分と DNA 問題研究会のシンポジウムで遺伝子操作から50年商品化される生命その後というテーマで、3名の方にお話しいただいた後討論するというシンポジウムにしたいと思います。じゃあまず趣旨ですが、この資料にお配りした一番上の、冒頭文を朗読します。米国の研究者が遺伝子組み換え実験に成功したのが1973年、それから50年余りが経ちました。この間に世界中ではものすごい勢いでさまざまな生命操作技術が誕生し、洗練さを増し、医療、製薬、農林畜産業等に応用されてきました。現在はゲノム編集技術を用いて改造された植物や魚が開発され市場に登場し、また出生前診断、脳死臓器移植などにも革新的技術が使われ普及が進んでいます。ゲノム編集された赤ちゃんが誕生し、人間の遺伝子が改造される日もすぐそこに来ています。DNA 問題研究会、当会はですね、1981年の発足当初から生命の安易な操作、商品化に強い疑念を持ち、さまざまな市民団体と連携して取り組んできました。今50年を控えり、脳死臓器移植、優生思想などさまざまな側面からその歩みを考えてみたいと思います。DNA 問題研究会の天笠さんの遺伝子操作50年を振り返ってというタイトルで、資料をご覧になればお分かりのようにものすごく大きいお話ですので、たっぷり聞きたいと思います。よろしく。一応ホームページに貼っ付けてあります資料。そうか、ちょっと言いますね。それからこの資料ホームページに あるのと、それから今日お伝えるのと全く同じものですから、そういうことでお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。DNA 問題研究会、1981年に設立されまして、もう本当に、長もう40年を超えてしまったんですけれども、1980年代にですね、90年代途中ぐらいまでですかね、毎年商品化される生命ということでですね、シンポジウムを毎年やってたんですね。でその後このテーマでやらなくなりまして、まあ、内容はずっとこのテーマなんですけども、こういうふうに目を打ってやるってことがなくなってしまったんですけども、まあ、久しぶりに50年になったのでやってみようかってことでですね、やってみようということで、今日は利光さんと川見さんをお迎えしてですね、それできちっとした、まあ、日頃もきちっとしてるんですけど、きちっとした形で振り返ってみたいと思います。で、遺伝子操作50年っていうことで、なんで50年かといいますと、コーエンとボイヤーという方がですね、1973年に遺伝子組み換え実験を開始したというこのことでありまして、で、まあ、それまでも遺伝子組み換え実験ってね、やられてたことはやられてたんですけど、非常に難しかったんですね、やり方が。それがコーエン・ボイヤーのやり方でですね、簡単にできるようになっちゃったと。でこれが非常に大きな衝撃を与えまして、今回ゲノム編集もそうなんですね。結局クリスパー・キャス9っていうのは登場して、ゲノム編集っていうのが一気に広がりましたけれども、90年代からゲノム編集って、ね、やられてたわけですね、1990年代から。ですから簡単な方法ができると一気に広がるという、まあ、そういうことなんですけれども、それがコーエン・ボイヤーがですね、本当に簡単な方法で大腸菌にですね、まあ、プラスミトというのを使ってですね、本当に簡単に遺伝子組み換えというのが行われるようになって、で、まあ、今までは遺伝子組み換えというのは、まあ、大変難しかったっていうのもあるんですけども、もう一つやっぱり遺伝子組み換えっていうのは他の生物の遺伝子を導入する技術なもんですから、いわゆるそれまでその生命体が持ってなかった
いわゆるその生命体が持ってなかった遺伝子を持つことになりますから、いわゆる他の生命が誕生するというような意味合いになるわけですね。でそのためですね、それが簡単にできるようになっちゃったということで、ね、これは大変だって大騒ぎになったわけですね。でそれでバーグ生命といいまして、バーグさんという方が生命を出しまして、まあ、そこからこれ後でまたお話しますけども、それでそれが74年だったんです。でそのバーグ生命、これがやはり私たちも遺伝子組み換えっていう言葉を知ったのは1974年のこのバーグ生命だったんですね。まあ、それからですからちょうど50年ということでですね、今日は持ちました。でまず今日は私は本当に駆け足になっちゃうんですけど、遺伝子有生学の問題をですね、遺伝子組み換え実験から50年ということで、有生学の問題を中心にお話していこうと思うんですね。それなぜかというと、やはり今はやっぱりすごく嫌な状況が起きてますよね、世界中で。でウクライナの事態というパレスチナの事態というですね。でそういう日本もですね、まあ、経済安保法が、まあ、施行されまして、非常に戦争、いわゆる企業までも巻き込んで戦争に向かった体制が作られようとしている。でそういう今本当世界は危機的な状況に突入したというふうに思っておりまして、まあ、こういう時代にやはりナショナリズムがすごくやはり、高揚するというか煽られるというか、まあ、民族主義とかですね、そういうものが非常に煽られる時期になりまして、で必ず有生学が台頭してくるんですね。でそういうこともありまして、ぜひともですね、やはりこういう嫌な時代といいますか、本当に戦争時代のイデオロギーというのはやっぱりもう一回検証しておいた方がいいんじゃないかというのがですね、私の思いとしてあります。でしかもですね、今の状況というのはこういうイデオロギー的な側面と同時に いわゆる遺伝子レベルでの操作される時代になってきたわけですね。でですから言ってみると、そのイデオロギーだけじゃなくて技術まで存在しているというところが以前のまあ、例えば第二次世界大戦時との大きな違いでもあるわけですね。で、まあ、それどういうような技術が登場してきているかというと、まあ、細胞操作とか遺伝子操作ですね。でこれが新たな段階になってきて、で、まあ、クローンなんか登場しておりますしね、ゲノム編集が登場したりとかですね、それから受精卵操作、それから臓器移植ですね、これも新たな展開を見せております。それから、まあ、細胞レベルでいうと iPS 細胞とか ES 細胞が登場してきて、ゲノム編集技術が登場してきて、まあ、言って遺伝子レベルの有生学の時代というふうに今位置づけることができると思うんですね。でこれに加えて、いわゆるマイナンバーカードと保険証の一体化のようなですね、こういう管理社会がこれに組み合わさってきているわけですね。まあ、こういうところが今の状況じゃないかなと思いまして、これはやはりとても危険な状況だなというのが私思っておりますのですから、今日はお話したいと思います。で簡単に有生学の歴史というのを振り返ってみたいと思うんですけども、最初の出発点というのはやはり、マルサスの人工論、やっぱりこれが出発点だと思うんですね。これとダーウィンの進化論が重なって有生学というのは誕生してきた。でマルサスの人工論って読んでみますと本当に白人至上主義なんですね。で白人しかないんですよ、意識が。で白人以外は野蛮人という考え方に基づいて人工論が展開されています。でその中で階級とか不平等が必要だという考え方ですね、マルサスの考え方、まあ、こういう考え方で登場してきております。でこれにダーウィンのですね進化論が重なってきて、でこのダーウィンの進化論はマルサスの原理を全動物植物界に適用したものとよく言われておりまして、で、まあ、このマルサス主義とこの、そういうものがですねダーウィンとして登場してまいります。でこのマルサス主義がですね、また新たにネオマルサス主義というのを登場させますね。でこれがオールロマンとかですね、これは本当にひどい人で、障害者などの強制断種を主張した方です。でピネ・サングレという方、これは、まあ、劣等な人間は結婚させず、避妊させ、中絶させ、生まれたら安楽しようという、まあ、こういう主張をされたしてるんですね。でこういう考え方がこの、マルサス主義の後のネオマルサス主義で登場してまいります。で
まあ、これがですね、まあ、もうちょっとこの、進んだのが進化論、あ、進化優生学というふうになります。でこれは進化論と優生学を融合して人間に適応したということなんですけど、まあ、有名な優生学 の, たあのいわゆるイデオロギーを参上させた人としてはゴールトンという方が、まあ、有名ですけど、この遺伝的な天才というですね、まあ、本を書きまして、で積極的優生学というのと消極的優生学というのを打ち出します。で積極的優生学というのは優秀な人間を増やすという考え方ですね。でそれに対して消極的優生学というのは劣悪な人間は淘汰するという考え方、要するに人間を優秀な人間と劣悪な人間というふうに分類していくわけですね。で、まあ、こういうこととですね、もう一つ生物学の分野からもですね、ヘッケルのような、モニズムとよく言われるんですけど、一元論、やっぱり生物決定論とよく言われるんですけど、やっぱり生物、人間というのがやっぱり生まれついてのこの生物的な資質というものが人間というのを決定するんだという考え方ですね。でこういうのが出てます。でさらにですね、これを民族学にまで置き換えたのがおりまして、プレッツという方の民族衛生学というんですけども、民族の衰亡に関わる疾患などの撲滅を図ると。で、まあ、例えば精神障害のとかですね、あるいはこの、いろんな障害を持った人についてですね、こういう疾患の撲滅を図るってことは、要するにそういう人間の淘汰するという考え方なんです。でこの民族衛生学を取り入れたのがヒットラーだったんですね。でこれがナチスドイツの政策の柱になっているわけですね。まあ、こういう流れというのもあります。でこのヒットラーを考え方にはもう一つありまして、これがいわゆるレイシズムと言われるものなんですけど、まあ、チェンバレンという方が19世紀の基礎というのを書いたんですけども、まあ、この本の中で文明を作り出したのは駐屯人であるというですね、まあ、こういう考え方を打ち出すわけですね。でこれは駐屯人というのはゲルマン人の一部なんですけども、いわゆる、このチェンバレンって方はワーグナーの養子な方なんですね。で、まあ、ご存知のようにワーグナーっていうのは結構やはり第二次大戦で非常に問題になりましたけれども、でもう一つワーグナーの友人にですね、ゴビノって方がおりまして、この方が人種不平等論っていうのを書きまして、これがナチズムにですね大きな影響、まあ、当時ですね、まあ、世界中を風靡したのがオーカ論というものだったんですね。で黄色い災いがもたらすという世界にですね、黄色い人間が災いをもたらすという考え方なんですけど、でこの人種不平等論である白人と、いわゆるこれなんていうんですか、黄人って言ったらいいんですかね、それから黒人で、この3つに分類しておりまして、で白人はやはり一番優れているもので、他を開花できるものと、で黄色人ですね、黄色い人間は他から開花される、自分じゃ開花する能力を持っていないと、でそれから黒人は開花することもされることもできないもので、こういうふうに3つに分けるという、でその中こういうようなですね、ことが考え方も出てまいりました。でこれもやはりナチズムに大きな影響を及ぼすんですけれども、でオーカ論っていうのは当時すごく非常に当時なんていうんですかね、ヨーロッパなんかで考え方として広がったの、その背景にあるのが、そしていわゆるオーカ論っていうのはですね、例えばフン族であるとかモンゴルであるとかオスマントルコであるとか日本であるとか、それから中国、今では中国なんですけども、まあ、今でも続いてるんです、実際このオーカ論っていう考え方は決して過去の話だけじゃないんですね。今特に中国が非常にターゲットになっておりまして、まあ、こういう考え方がで、まあ、こういうですね、本当にいわゆる人間をですね、こう、まあ、言ってみると生まれつきの生物で、まあ、生物学で、まあまあ、いわゆる見ていくという考え方ですね。でそこに決定、いわゆるその人間というのは決定されるんだという考え方で、こういうのはやはりすごく強いものがありまして、で特に白人世界では強いんですけど、意外とやっぱり一番強いのはアメリカなんですね。でアメリカって国は本当に強くて、根強い黒人差別がありますし、移民での選別があります。で、まあ、活発な優生学運動は、まあ、本当に活発ですし、それから安楽死法制化運動もかなり広がったのがこのアメリカという国ですね。で
で、その白人ピューリタンの純血を守る運動っていうのは今日まで影響を及ぼしておりまして、で、まあ、トランプ政権を支え、まあ、一番熱狂的に支えたのはこの人たちですよね。いわゆる白人ピューリタンの純血を守るっていう、まあ、これはまあ、よくまあ、福音派と言われておりますけど、キリスト教の中の福音派が、まあ、トランプ思想の、まあ、コアの部分を形成するというですね、まあ、そういうことがありましたけれども、はい。まあ、日本でもですね、優生学というのはこのナチスドイツの影響をすごく受けまして、ありました。で、民族学というのが採用、日本でも民族衛生学というのが採用されました。で、この民族衛生学で一番ターゲットになったのがこの精神病者だったんですね。この隔離と断種っていうのが、で、あとは雷予防法と雷患者の悲劇というのも皆さんもよくご存知だと思うんですけど、それから、まあ、国民優生法が施行されまして、梅や増やすや国のためということでありましたけれども、まあまあ、これ戦後生き残って優生保護法になりましたけど、まあ、今日に至る優生学の話というのは後では、まあ、清水さんの方からお話がありますので、その辺は、ぜひ後で聞いていただければと思います。で、もう一つですね、今の新しいですね、動きということなんですけども、今度は技術の方、科学とか技術の方からちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、実は1932年とか33年あたりがですね、科学技術のターニングポイントに実はなってるんですね。で、まあ、この年何が起きたかということで、ドイツの作家でロベルト・ユンクという方が「千の太陽よりも明るく」って本を書いた時に、冒頭部分で非常にこういう表現、これもうこの本持ってないもんですからって、こういう表現だっただろうということで書いたものなんですけども、まあ、英国の科学者ジェームズ・チャドウィックが中性子を発見したと。で、ドイツでヒットラーが政権を奪取したと。アメリカでルーズベルトが大統領になったと。要するに原爆開発の主役が出そころった年であるということで、この1932年という年を挙げてるんですね。でそれだけじゃなくて、イギリスの作家のオルダス・ハックスリーがですね、素晴らしき 新世界という本を書きました。これ読まれた方ありますかね。いわゆる人間をですね、試験管が作り出していくこの人間製造工場を描いたものですよね。で、これがオルダス・ハックスリーの素晴らしき新世界で、将来こういう世界がやってくるんじゃないかっていうですね、まあ、そういう生物学が進んだ時にこういう人間が試験管でずっと作られていく、誕生させられていく、そしてそこにおいては働く、ただ働くだけの人とか、なんか指導者だとか、そういうふうに分かれていくといったですね、まあ、すごいこの、世界が描かれたものです。それからアメリカでリーニス・ボアという方が光と生命というのを講演した年でもあるんですね。で、これの講演を聞いたのがエルヴィン・シュレジンガーとマックス・デルブリックということで、この2人の方がその戦後分子生物学誕生の大きな役割を果たすわけですね。で、こういうふうに原爆の話からいろんな話、これがですね、一つのターニングポイントだったのがこの年だったんですね。で、というふうに思っております。で、戦後の話になってまいりまして、その戦後になりまして、やはり分子生物学というのは誕生しました。で、まあ、二重らせんモデルが発見されたのはワトソンとクリックという方の、まあ、いわゆる科学者が発見したわけですけど、まあ、これもいろいろと問題がある、この発見においてもいろいろ問題があったんですけども、まあ、それを起きまして、で、この時にDNA セントラルドグマというのがですね、ワトソン・クリックによって打ち出されるわけですね。で、 DNA セントラルドグマっていうのはですね、 DNA 中心史観っていうふうに私は訳してるんですけども、こういうふうな歴史観みたいなのが誕生して、で、クリックの生命観ですね、特にワトソン・クリックの中のクリックの生命観が非常に発展、まあ、非常にポイントになりますけど、まあ、この当時ノバート・ウィナーっていう方がサイバネティクスという概念を出すんですけど、まあ、人間機械論とサイバネティクスというのが重なりまして、で、遺伝子の間違いは機械的に受け継がれるというですね、まあ、こういう考え方が出てまいります。で、これクリックの生命観なんですけど、まあ、セントラルドグマ次にありますけれど、まあ、これ DNA の模型ですね、
で、DNA セントラルドグマってこういうことです。DNA、この DNA 遺伝子というのがありまして、遺伝子が DNA に乗っかってる。この情報が移され、メッセンジャー RNA に移されると。で、このメッセンジャー RNA がアミノ酸をつないで、それでタンパク質が合成される。で、これが生命 の、 いわゆる基本的な形であるというのが確定したのが、これが DNA セントラルドグマという時代なんですね。で、これに基づきまして DNA 決定論というのが生まれるわけです。要するに DNA っていうのが全ての生命における全ての出発点であるという考え方ですね。で、これがDNA セントラルドグマという考え方なんですね。でそしてジャック・モノーという方が偶然と必然という本を書くんですけど、これがすごいフランスではものすごいこの難しい科学書であるにもかかわらず何十万部も売れたベストセラーになるんです、フランスでは。で、そういう本なんですけども、で、これはですね、その要するに DNA セントラルドグマ論に基づくわけで、 DNA で間違いが起きるとそれが機械的にずっと受け継がれていってしまうと。ですからこのDNA で傷ついて障害を負うと、それがですね、どん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 世代的に受け継がれるから、障害者がどん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 増え続けていくと。で、それは人類を滅亡に向かわせるというですね、そういう 論理なんですよ。で、偶然と必然っていうの。で、私もこのすっごいベストセラーになって売れてびっくりした本なんですけど、この DNA っていうのが全てを決定するんだぞ。で、これがですね、傷つくと障害者が生まれて、これがどんどん広がっていくと人類は滅亡に向かうんだぞっていうですね、まあ、こういう考え方で、こういう考え方に基づいてですね、そういう、DNA に問題がある、このクリックなんてすごい人でですね、障害者に DNA に傷がある障害者は例えば顔の見えるところにその印をつけるべきだと。で、そしてそういう人間は絶対結婚すべきではない、相手もそれで分かるから結婚しないようにすべきだと。で、こういう考え方なんですよ。こういう考え方が出てきたわけですね。で、まあ、これは本当に私、まあ、分子生物学っていうのはすごい世界なんだ。本当にびっくりいたしましたけども、こういうことが実はありました。で、これが遺伝的推理論ということで、まあ、ありまして、まあ、これが科学の何より差別と偏見ということで、当時も大変大きな問題になりました。だけど結局こういう科学的な予想を持つ、特にDNA セントラルドグマのような分子生物学といったですね、そういう、まあ、科学的に何て言うんですかね、やっぱりこういう、予想を持ちますとやっぱり力を持つんですね。で、これがやはりこう怖いところでありまして、で、当時 XYY 論争とか IQ 論争とかソシオバイオロジー論争というのがありまして、で、まあ、ソシオバイオロジー論争というのは今言った考え方に非常に近い、なんていう名前忘れた、リチャード・ドーキンスという方が利己的遺伝子というのを書いたわけですね。あれもすごいベストセラーになったんです。あれがソシオバイオロジー論争、まあ、一応代表的な作品になるんですけど、いわゆるまあ、DNA 決定論です。で、日本でもね、変な学者がいましてね、時々文庫本なんかで書いておりまして、遺伝も DNA が決める、遺伝じゃない、浮気も遺伝 DNA のなせる技とかね、そんなことを書いてる人がいますけれども、本当にひどい。で、 XYY 論争って何かというと、いわゆる XY っていうのは、まあ、いわゆる性染色体で、Y っていうのは男性を決定する染色体ですよね。で、普通 XY ですよね。でも、ごくまれにですね、XYY というですね、3つの性染色体を持った人が生まれるんです。で、こういう人はですね、ものすごく犯罪を犯しやすくて凶暴になるという考え方なんです。で、こういうのが出てまいりまして、で、これね、本当もっともらしくね、刑務所の中の人間を調べてですね、それで論文としてもっともらしく出してるんですよ。で、そういうのがです。だから IQ 論争っていうのがありまして、これはまあ皆さんよくご存知だと思うんですが、IQ っていうのは生まれつき決まってるんだと。要するにそういう考え方で、だからもともとこの黒人は IQ が劣ってるっていうことまで導いていくんですね。
で、まあ、本当にあの凄まじい差別と偏見っていう、これがあのアメリカでは最もらしく本当にあの広まったんです。1960年代から70年代ですね。まあ、そういう時代があったんですね。で、あともう一つ社会生物学というのがありまして、コンラッド・ローレンツのようなあの有名なあのエソロジストというんですけど、まあ、行動生物、この、まあ、いわゆるウィルキンソンでしたね、それは。それとかドーキンスのようなですね、あのこういう人たちがみんなですね、こぞってですね、この人類の遺伝的大敗というものを提唱していくんですね。やっぱりこれは大変なことになるぞというは DNA 決定論に基づくもので、 DNA にどんどんこの傷がついていくと、やっぱり人類は遺伝的に大敗していくという、まあ、そういう考え方が次々に70年代に出ていくという、まあ、こういう時代がありました。まあ、これが実は今でも根強くあるというのがもう本当に、すごく感じるところでして ありますけれども、本当にでここからの遺伝子組み換え、今度はサイエンスの側にちょっと移っていくんですけど、先ほどちょっとお話ししましたけど、1973年にコーエン・ボイヤーが遺伝子組み換え実験を成功する。でこの時に2つの懸念が出されるんですね。で1つはバイオハザード、いわゆる今までその人間、今まで自然界に存在しなかった生物が誕生する。で当時ちょうど直前にですね、人類が初めて宇宙に飛ばして、ロケット飛ばして月にまで到着しまして、まあ、で月から石を持って帰ったんですね。で石を持って帰った時に、ここに、ね、いわゆる今まで地球に存在しなかった生物がいる可能性があるっていうことで厳重に管理されたんですよ。でそれでいわゆるバイオハザードという概念が一気にここで広がる。新たな生命が誕生し、まあ、いわゆる持ち込まれて、これがですね地球の生物を侵すんじゃないかってわけね。でそういうのが言われた時代なんです。でそういうことが言われたものですから、この遺伝子組み換えで今まで地球上になかった生物を誕生させるってことは、何かこの人類を滅亡させるような生物が誕生する可能性があるんじゃないか。でこういうことでバイオハザードという概念が出てまいります。それからもう一つがですね、今まで生命の誕生というのはより自然のままに任せてたわけですよね。で今こういうふうに人間が介入する、科学が介入するっていうのはなかったわけです。でその科学が介入するっていうことで、これがですね、いわゆる今までの、生命のいわゆる新たな生命を誕生させてしまう、いわゆる新しい種類の生命を誕生させるっていうことは、神のいわゆる神の審判の領域にあたる。でということで、これが生命倫理としてですね出されるんですね。でこの2つの懸念が出されました。でそして特にですね、バイオハザードの懸念からですね、1974年にこの実験の一時停止を求めるバーグ声明が出されるわけですね。でこの時に私たち一般の市民はこのバーグ声明が出て初めてこういうことが起きてるっていうのを知ったわけです。で私たちもびっくりしたんですけど、これは大変な問題が起きそうだなということだったんですけど、まあ、このバーグ声明を受けまして、アシロマ会議っていうのが開催されます。これアメリカのカリフォルニア州のアシロマというところで、まあ、世界中のこういう関連の研究者が集まりました。で、まあ、ただですね、やっぱりこのアシロマ会議に参加した人っていうのは科学者なわけで、やっぱりどちらかっていうと、やっぱり実験を進めたい側なんですね。で進めたい側なもんですから、ここに歯止めをかけよう、強い歯止めをかけようっていうよりも、むしろどうやったら進められるだろうかっていうことで議論が進められちゃったんですね。でその結果ですね、実験指針、とりあえずは遺伝子組み換え実験なもんですから、実験指針を作成して、それで遺伝子組み換え、実験を開始をゴーサインを出そうってことになったわけ。でこの実験指針がアメリカの NIH ですね、ここが作成したのが1976年 でこの時の実験指針というのが2つの封じ込めをもたらしました。でこの2つの封じ込めの概念で一応ゴーサインを出したんですね。1つが物理的封じ込め、もう1つが生物学的封じ込めという。で物理的封じ込めって何かというと、実験室を厳重にする、厳重にしてですね、外にその遺伝子組み換え体が漏れないようにしましょうというのが、これが物理的封じ込めなんですね。
でそれに対して生物学的封じ込めって何かというと、万が一漏れてしまった、いわゆる屋外に出てしまった、でその時にその生物が屋外では生きられないような、そういう生物を使うようにしようと。ですから一番使われたのが特定の栄養分、特定の栄養分がないと生きられない、例えば大腸菌を作って、でそういう大腸菌をですね利用して遺伝子組み換えを行うと。でそうするとその大腸菌っていうのは特殊、いわゆる実験室内でしか存在しないような特殊な栄養分でしか生きられないものですから、屋外に出た時にはそういう栄養分がないので生きられないというものを使いましょうという、それが生物学的封じ込めなんですね。で79年に日本でも組み換え DNA 実験指針というのが作られまして、実験が始まるんですね。まあ、これがスタートです。で2つ、今言いましたね、2つの封じ込め、物理的封じ込めっていうのと、生物学的封じ込めですね。で物理的封じ込めっていうのは P1 から P4 というですね、レベルで来ます。今 P4 レベルがあるのは、筑波の、理化学研究所と、あと武蔵村山でしたかね、国立感染症研究所の、実験室です。から長崎大学に新しくできたはずなんですね。あそこが結構危険なウイルスを扱う実験設備、実験所に、研究所になったものですから、多分3カ所だと思います、 P4 施設が日本では。まあ、こういうようなで、まあ、これが実験ですけど、この実験とですね、もう一つですね、この研究をですね加速する、いわゆる遺伝子組み換え実験が開始されまして、この遺伝子組み換え実験を加速させるですね、ことが始まり、この遺伝子組み換えがですね、やはり加速する大きな原因になったのが、いわゆる、特許なんですね。生命特許です。でこれがですね、生命体っていうのは普通特許にならなかった、当たり前のことで、特許っていう、特許制度っていうのは工業製品の発明品ですね、工業製品の発明品に対して与えられる権利なわけですから、それならなかったんですけど、生命体が特許になるというですね、これが1980年にはなります。でそれから作物がですね1985年、でついに動物の特許まで出てきて、これが1988年ですね。まあ、こういうことになりました。で、まあ、これがもう一つですね、これがハーバードマウスといいまして、まあ、デュポンマウスとも言うんですけど、ハーバード大学が開発したがん、になりやすいマウス、これが最初の動物特許です。でデュポンマウスとも言いまして、これにお金を出したのがデュポンという会社だったんですね。でこの規制ですね、規制がですね、どうなったかといいますと、その後ですね、遺伝子組み換え実験の指針がですね、で作物が登場しまして、で作物は最初から屋外で栽培しないとならないと、だから封じ込めの原則が適用できなかったわけですね。でそれじゃあどうするか、じゃあもうこれはやっぱりちゃんとですね、規制しなくちゃいけない、いわゆる実験の規制ではなくて実際の生物の規制をしなくちゃいけなくなった。でそれをですね、どこでやるかっていうことになりまして、92年に、採択された生物多様性条約の中で行うということになったわけですね。で96年に遺伝子組み換え作物の本格的栽培が始まるんですけど、まあ、この2000年にですね、生物多様性条約の中にカルタヘナ議定書というのが採択されまして、でここで遺伝子組み換え実験 の、 いわゆる実験ではなくて、今までの実験ではなくて実際に生物を使った場合の規制がですね、カルタヘナ議定書で行うということになったんですね。で2004年に国内法が施行されまして、これがで、まあ、現在ですね、このカルタヘナ議定書の、これ生物多様性条約の締約国会議っていうのは2年に1回開かれておりまして、その中でカルタヘナ議定書 の、 締約国会議というのも開かれておりまして、まあ、その中で今一番議論になっているのが、実は合成生物学という分野なんですね。でグレイク・ベンターという方がですね、人工生命を誕生させてしまったということで、ここからが今これの問題がやっぱり一番議論されております。で iPS 細胞というのは今日本ではかなり騒がれており
ますけど、これ日本が特許権を持つ稀なケースということでですね、で日本では大変騒がれてるんですけど、世界的に見ますとあんまり騒がれてないむしろというような状況で、ゲノム編集技術が登場したのが2012年で、これもやはりクリスパーキャス9、先ほど言いましたようにクリスパーキャス9という非常に簡単にゲノム編集ができる、こういう技術が登場して、これが特許権争いが起きるわけですね。こういうような状況にで、これから体外受精と脳死臓器移植の問題について踏み込んでいこうと思ったら時間がなくなってしまいまして、ちょっと簡単にちょっと体外受精ですけど、ご存知のように78年にルイーズちゃんというのが誕生しまして、試験管ベイビーって当時は言われてたんですけど、この時83年にですね、東北大学で、鈴木正邦教授がですね、初めて日本で体外受精をですね、成功させたって言われたわけです。でところがですね、このあの時写真のですね、撮り方があまりの不自然だったんですね。でそれで私何かあるなっていうのはみんな感じたんですね。でその時に分かったのは、やっぱ 赤ちゃんが障害を持って生まれたっていうことが分かった。でそのためですね、障害を持って生まれたため隠されてしまったんですね。でその赤ちゃん幼くして命を失うことになるんですけど、その間の経緯全部隠されました。でこの時に初めてですね、体外受精が成功するか失敗かするか、もうこれは障害の有無にあるってことが示されたんですね。やっぱりこういうことがですね、やっぱりありました。でもう一つはですね、やっぱり体外受精は命の始まりの操作だったんですけど、この範囲がどんどん今広がってきておりまして、でこれの流れの中で後ほど利光さんにいろいろとお話をしていただきます。遺伝子量、結構いろいろな操作が出てきておりますけど、これについて後で、でもう一つがですね、脳死の問題が出てまいりました。で脳死臓器移植の問題は、でこれは非常に大きな問題は死の時点が決定されるってことだったんですね。で今まで死というのは決定されるものではなかったんです。自然のままに、例えばですね、医者がこの一応三兆講師というふうに言うんですけれども、脈拍が止まりました、呼吸が止まりました、あと瞳孔が散大しましたということで、瞳孔と脈拍と、それと呼吸を見て、死の三兆講師から今お亡くなりになりましたってことを告げてたわけです。ですから医者は死というものをですね、決定するわけじゃないんですね、見取るだけだったわけですね。でところが脳死になりまして、医者が死を決定するわけです。でこれは脳死判定基準というのがありまして、この判定基準に基づきまして、それで今死にましたよってことを医者が決定するわけです。だけどまだ、言ってみると生きてる兆候というのはたくさんあるわけですよね。でそういうことが非常に問題になったわけです。で、これがですね、結局死の時点がですね、今までの自然死に比べて前に持ってかれてしまった。でこれ脳死というのは今までの三兆候死に比べれば時間的に前に持ってくるわけですね。でこれなぜかというと、臓器移植が目的だったわけです。で特に心臓ですよね。心臓移植はやはり生きてる時に移さなければ今までの三兆候死の後に心臓は移植 しても成功率はものすごく低くなるわけです。だけどそういう意味では生きてるうちに心臓を移植すれば成功率は高くなるからなんですね。でそういうことでこういう脳死という概念が登場してくるわけです。でこれによって死の時点というのも変わってくるわけです。でこの考え方がですね、生きるに値する命、生きるに値しない命という考え方をもたらして非常に強めてしまったわけですね。でこれが安楽死や尊厳死の問題にまでつながっていってしまったという、そういうような流れになっておりまして、これにあとですね、今このビッグデータの問題ありまして、コンピューターによるその
特にマイナンバーカードによると健康保険証との結合の問題がこれに絡んでくると、やっぱり国民がですね、生まれた時から死ぬ時までの管理がですね、国によって全部管理されていく時代になっている、でそういう時代にやってくるよなっていうのが、一応もうちょっと詳しく説明する予定だったんですけども、残念ながら時間がなくなりまして、あとは討論の時に少しお話したいと思います。じゃあ続いて、すいません、どうもありがとうございました。質問は終わりでしょうが、後で質問していただくということで、次にですね、大阪から来ていただきました利光恵子さんですね、グループ生殖医療と差別優生保護法問題の全面解決を目指す全国連絡会共同代表の利光恵子さんにですね、 NIPT 新型出生前検査をめぐって商業ベースで拡大する命の選別というタイトルでお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、大阪から参りました利光です。よろしくお願いいたします。今の天笠さん、本当に大きな話をしてくださったんですが、私は日本の出生前検査、しかも、特に NIPT といういわゆる新型出生前検査と言われているものについて、非常に狭い話をさせていただきます。ただ今この出生前検査って日本ですごく大きな変わり目、ターニングポイントになっているなというふうに思っておりまして、多分この NIPT からこれからの、生まれる場でのこの選別ということがなんとなく輪郭が分かるのかなというふうに思って今日これを取り上げます。これが今日お話しする内容なわけですけれども、これまで日本の、出生前検査の実施件数っていうのは、欧米諸国と比べると、かなり低いレベルで推移してきたんですね。でその理由は日本独自の、歴史的な経緯にあるということなんです。できっと今日ここに参加してくださった皆さんはすでにご存じのことかなというふうに思うんですけれども、まず、日本の出生前検査についての流れというのをごく簡単に触れながら先に進んでいこうというふうに思いますけれども、日本に初めて出生前検査が、その頃は羊水検査ですけれども、それが導入され始めた1970年代初めに、青石和の会をはじめとする障害者運動が出生前検査に基づく、障害胎児の中絶ですね、選別的中絶というふうに言わせていただきますけれども、その選別的中絶というのは、障害者を本来あってはならない存在とみなして生存権を否定するものだということで、非常に鮮烈な反対運動をなさいました。でまたその産む産まないの自己決定ですね、中絶の自己決定を求めた女性運動に対しても、じゃあその障害胎児のこの選別的中絶というのも女性の自己決定権なのかっていうふうに鋭く問いかけたんですね。で日本の女性運動はこれを受け止めて話し合いを重ねて、障害者運動との共闘を模索していったわけですね。こういうふうに、1970年代初めの障害者運動が、出生前診断というのは、あるいはその結果による、選別的な中絶というのは、障害者差別であって個人による自己決定というふうな形を取った優生思想の実践だというふうに、はっきりとこう指摘したと。で、その日本の女性運動はそれを何とか受け止めようとしたと。で共闘模索したということが、非常に大きいのかなというふうに思います。でこの、障害者運動からこの1970年代初めに、発せられたその優生批判ですね、これは社会にもあるいはその医療界にも非常に大きな影響を与えました。で出生前検査の開発あるいは一般医療として普及するということについては、随分慎重な態度というようになったんですね。で、もう一つですね、日本独自の経過としては1990年代の母体形成マーカー検査をめぐる動きというのがございました。
母体血性マーカー検査っていうのは妊婦さんの血液を取ってその中のタンパク質とかをこう検査してで、妊婦さんの年齢をこう噛み合わせてで胎児が、まあ、ダウン症かどうかっていうその確率をその可能性を確実に示すというそういうふうな検査なわけですね。まあ、1990年代半ばにアメリカや、まあ、日本の臨床検査会社がこの母体血性マーカー検査の受注を開始したんですね。でそれまでは有罪検査でしたので、まあ、非常にまあ、お腹をやはり刺してっていう非常に侵襲性が高かったんですがこれは、まあ、血液検査だけというわけですから、まあ、非常にまあ安全でかつまあ手軽に行えると。でしかも普及したらその検査会社もその、クリニックも医療機関もですね儲かるというふうなことで、商業ベースで一気にこう普及する可能性があったんですね。これに対して、まあ、障害者団体あるいは 親の会女性団体あるいは一部の産婦人科のお医者さんたちが、まあ、強く反対したんですね。で問題とされたのは、まあ、勘弁さゆえにマススクリーニング検査つまり不特定多数の妊婦さんを対象にして、まあ、胎児の障害の有無というのをこう調べるこう、ふるい分けるというそういう検査として普及するんじゃないかというふうなことだったわけです。で反対した障害者の人たちはですね障害者への支援体制は不十分だで障害に対する差別や偏見も非常に強いとそういう中でその検査をみんなに知らせる周知するということはそのままこれを進める干渉ということにつながって社会としての障害者の振り分けにつながるんだというふうに非常に強い反対運動をしました。でこれを受けて国は出生前診断に関する専門委員会というのを立ち上げてそこで審議して1999年にこの下の過去問に書いておりますように、母体血性マーカー検査に関する見解というのを出したんですね。で胎児の疾患の発見を目的としたマススクリーニング検査として行われる懸念があるとあるいは専門的な、まあ、カウンセリング体制が十分ではないというふうなことで、医師は妊婦に対し本検査の情報を積極的に知らせる必要はないと。また医師は本検査を進めるべきではなく、企業等が本検査を進める文書等を作成してそれを廃棄するということは望ましくないという、まあ、そういうふうな非常にまあ抑制的なそういう文書だったわけですね。でこのグラフはこの出生前検査の実施件数の変化というのを表しています。オレンジ色が先ほどからお話ししている母体血性マーカー検査青色が羊水検査ですね赤色が今からお話しするいわゆる NIPT 新型出生前検査ですね。でオレンジ色のグラフを見ていただくと、まあ、先ほどの見解が1999年に出されたのをきっかけに実施数がこう少し減少しました。でそれ以降もほぼ横ばいから、まあ、少しずつ微増というふうな状態が続いたんですね。でところが、まあ、2010年あたりから、まあ、急激な伸びを示すようになります。でそのきっかけとなったのがこの NIPT のように、まあ、少量の、まあ、血液ですね、まあ少量のその検査の資料からですね一度にさまざまな遺伝学的な変化というのを調べることができるそういう新しい検査方法の登場ということだったわけですね。でこの NIPT というのは、妊婦さんの血液検査だけで胎児の障害の可能性が分かるというそういう検査です。まあ、妊婦の血液中に含まれる、まあ、胎児の DNA を検査してダウン症、まあ、21トリソミーというふうに言いますよね。あるいはその18とか13トリソミーとかいうこの3種類の染色体の変化を調べるというそういう検査です。で妊娠10週という、まあ、非常に早い時期から先ほどのその母体血性マーカー検査に比べてもですね非常に高い精度での、まあ、診断が可能だというふうに言われています。日本では、2013年の4月から、日本産科婦人科学会日産部といいますけれども日産部が定めた指針に基づいて臨床検査として、まあ、最初は15の施設で開始されたわけですね。でこの日産部が2013年3月に出したこの指針というのをここに出していますけれども、まあ、広く普及すると染色体異常時の、まあ、出生
を排除するあるいは染色体異常を有する者の生命の否定につながるというふうな懸念からですね、十分な遺伝カウンセリングができる施設で限定的に行うというふうなことで始めたわけですね。で、実施施設はこの日本医学会の中に施設認定登録委員会というのを作っていまして、そこで審査を受けて認定を受ける必要があるということで始まりました。で、検査の対象はここに書いておりますように、高齢の妊婦さんとかあるいは他の検査で、障害を持つ可能性が高いというふうに診断された、そういういわゆる、ハイリスクの妊婦さんというのを対象に始まったわけですね。で、2020年3月までの7年間で約8万7000人の方が検査を受けになって、最終的に、胎児に染色体の変化があるというふうに診断された方のうちに、9割近くの方が中絶を選択したというふうに言われています。で、この認定施設は、最初15から始まったんですけれども、2020年8月の時点で109施設まで増えていました。ところがですね、2016年の秋ぐらいから認定を受けないでインターネット等で検査を宣伝して実施するクリニックというのが出現し始めて、2020年には認定施設の数を上回って、その無認定の施設がどんどん増えていったんですね。で、これがその、認定施設の実態についてなんですけれども、この下の棒グラフを見てもらうと、オレンジ色が認定施設ですね、青色が非認定施設です。で、2016年ぐらいから出現して、2000年の夏ぐらいには、135ですかね、認定施設の数より多くなるというような状況になりました。で、この無認定施設のお医者さんは産婦人科以外の方が多くて、例えば美容外科であったりとか皮膚科であったりとか、内科であったりとか、そういう方が多いんですね。で、検査に際してですね、検査と説明や遺伝カウンセリングというのは実施していないと、あるいはやっていても、非常にそのカウンセリングの時間というのは短かったりしますね。で、結果の説明も、郵送であったりとか電話やメールだけで、結果を伝えるというのが非常に多くって、その結果ですね、例えば胎児に、障害があるかもしれないというそういう陽性だというふうな判定がされた方についても十分な説明や適切なフォローが受けれなくて、パニックに陥る方が出たというふうに言われています。日産部はですね、こういう状況についてですね、この非認定のそういう施設が施設での検査っていうのが増えてくるのは、施設を認める要件ですね、施設要件が厳しすぎて認定施設の数が追いついていないからだと。で、より多くの実際の妊婦さんのニーズに応える体制が必要だっていうふうに言って、その施設条件を大幅に緩和して、一般の産科クリニックでもこの NIPT の検査をできるようにするというそういう方向で進めていったんですね。で、新指針というのを作ろうとしました。で、従来 その認定施設と同じ条件の基幹施設、大きな施設ですね、基幹施設の他にそれに連携する、あちこちのクリニックとかを、連携施設というふうに名付けて、それをそこの中小の病院であったりとか、あるいはクリニックでもこの検査ができるようにしようという、そういうふうな方向で新しい指針を作ろうとしたんですね。で、しかしながらですね、その作ろうとしたのが、2019年の6月から夏あたりにかけてなんですけれども、で、しかし直前になって、厚労省の方から、ちょっとまでということで、ストップがかかって、で、厚生科学審議会の中にこの NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会というのが作られると。で、そこで、議論が行われて、2021年の5月に報告書というのが出されました。で、この報告書の内容というのが、これまでの日本の出生前検査の枠組みというのを非常にくれっと変えるような非常に大きな変化をもたらすものだったんですね。で、これが
この2021年5月に出された専門委員会の報告書が示したその出生前検査に関する基本的な考え方ですね。で、この専門委員会の報告というのは4つの点でこれまでの出生前検査のあり方っていうのを大きく転換するそういう内容を含んでいるというふうに思います。まず1つ目ですけれども、国の報告書の中に、先ほど その選別的中絶の容認というのを書き込んだということです。ここにその報告書 その該当の部分を示しておりますけれども、今の母体保護法では胎児が疾患や障害を有していることを理由として、中絶を行うということは認められていないんですね。胎児兆候は含まれていないんですよね。しかしながらですね、ここあの赤字のところを見ていただくと、出生前検査によって胎児に障害の可能性があるというふうに判明した場合、母体保護法が規定する身体的または経済的理由によって母体の健康を著しく害する恐れがある等に該当するものとして妊婦及びそのパートナーが人工妊娠中絶を選択する可能性があるというふうにして、まあ、その際には妊婦らの自由意志が尊重されることが重要というふうに書き込んだんですね。まあ、確かに今まで医療の現場ではこういう形で障害があるというふうに分かった場合にその中絶は行われていたわけですけれども、なかなかその母体保護法との関連でこれは表には出せなかった、まさかこの国の報告書にこういう形ではなかなか書けなかった、そこをあえて書いたということですね。2つ目ですけれども、出生前検査に関する妊婦へ その情報提供については、まあ、20年ぶりに180度の方針転換をしたということです。で、先ほど述べましたようにこれまでの基本方針というのは、この緑色の囲いの中に書いていますように、1999年の母体形成マーカー検査に関する見解に示されたように、医師は妊婦に対して出生前検査の情報を積極的に知らせる必要はないという立場でした。で、これを非常に大きく転換させて、出生前検査の目的は胎児の情報を正確に把握して妊婦とパートナーの自己決定を支援することだ。で、妊娠出産育児に関する包括的な支援の一環として妊婦等に対して出生前検査に関する情報提供を行うべきなわけですね。で、そして、妊娠初期の段階から、誘導とならない形で出生前検査に関する情報提供を行うというふうに書いています。で、この誘導とならない形で情報提供を行うっていうのが、どれほど難しいかということですよね。これについて当時の日本男女協会は明日の閣議のような意見書を出しています。ちょっと読んでみますね。情報提供の内容や方法によっては男性は検査をして産むか産まないかの選択をしなければならないような障害であるというふうな誤った理解を広めてしまい、また男性のある子が生まれてきた場合に親が検査を受けなかったことを非難される、その出生自体があたかも間違ったことのように言われるのではないかというふうな懸念が拭えませんというふうな、そういう意見書も出していました。なかなかですね、1999年のこの母体形成の見解が出た時の障害者団体らの懸念ですね、障害者への支援体制がまだまだ不十分で障害に対する差別偏見が非常に根強い中で、検査をみんなに知らせる周知するということはそのままこれを進める監視をするということにつながって社会としての障害者のふるいがけになるというふうに言ったわけですけれども、そういう懸念は今はもうすでになくなったのか、いやいや今もなかなか難しいのではないか、続いているのではないかというふうに思います。3つ目の、大きな転換点というのは国の関与ということです。これまで国は出生前検査の実施や規制に関してはほとんど関係してこなかったんですね。多くのガイドラインやガイドラインを作成したり、あるいはその規制というのは日本産科婦人科学会とか日本医学会が担ってきたんですね。ところがですね、今回はこの図に示しますように
新たに出生前検査認証制度等運営委員会というのを日本医学会に設置して、で認証施設を認証するその、基準を作成したりとか、あるいは認証の作業をやったりとか、評価や見直しを行うんだと。でこの委員会は産科や小児科などの関係学会、あるいはお医者さんや看護師さんの団体で、倫理法社会分野の、有識者の方、あるいは福祉施設の関係者や障害当事者団体などで構成されて、国の担当官、実はこの出生前検査についての担当というのが去年 の, あの春から、厚労省から、子ども家庭庁に移ってるんですけれども、この国の担当官もオブザーバーとして参加するというふうになってるわけですね。でこういうふうにその国が関与するということで、施設認証の重みが増すというふうなことはあると思いますけれども、いわば国が出生前検査を医療行為の一つとして正式に公認したということですから、出生前検査の普及を後押しするという可能性が高いのではないかというふうに思いますし、さらにはこの出生前検査が保険や医療政策の一環に組み込まれてくる、そういう可能性も非常に大きいのかなというふうに思います。で4つ目の大きな問題点として、出生前検査のビジネス化商業化の流れを止めるということは難しくて、むしろ拡大させるのではないかという点です。先ほどの図にもありましたように、この NIPT の実施施設というのは遺伝カウンセリングができる大規模な病院を拠点施設として認証して、この市中の産婦人科クリニックもこの大規模病院とこう連携すれば、認証対象になるというふうなことになっています。でつまるところですね、日産区 の, 新しい指針で決めてたようなその連携施設というのをこれでも認めたということですので、やっぱりその NIPT をできる施設というのは非常にも一気に増えることになるわけですね。で一方でですね、非認定施設への有効な法的な規制というのは盛り込まれませんでした。ですので一番問題となっていたこの無認定施設、非認定施設っていうのは、野放し状態のままで打つ手なしの状態が続くことになったわけですね。でこの出生前検査の商業化の流れに歯止めをかけることはできないばかりか、むしろこの営利目的での実施はさらにこう増加するのではないかなというふうに懸念されたわけですね。でこの報告書の発表を受けてですね、2022年にはその実際の運用が始まりました。で情報提供及び施設認証の指針というのが公表されましたけれども、その情報提供については、母子健康手帳をこう、妊娠したら、お役所のところでもらうわけですけれども、その際にチラシを用いて全ての妊婦さんに出生前検査の情報を知らせるということになりました。あるいはその検査の対象もこれまでは高齢の妊婦さんが中心ということだったわけですけれども、不安を持つ全ての妊婦が検査を受けられるということで、年齢制限も撤廃されたんですね。去年の3月の時点でこの先ほど の, 大きな基幹病院とその連携合わせて375の施設が認証されて、もともとの約 3.5 倍ぐらいに増えたんですね。で同時にね、懸念された通りですね、認証制度の枠の外でこの NIPT を実施するクリニックも急増しています。でパソコン等でこの NIPT 検査というふうに検索してもらうと、非常にたくさんの施設がどんどん出てくるんですけれども、上位にはほとんどその無認証の施設のホームページというのが表示されるんですね。でなかなか見やすい、なんて言いますかね、ここなら信頼できるみたいな感じの非常に詳しいホームページを持っているところがいっぱいあります。でしかもですね、この3つの染色体だけじゃなくって全ての染色体について検査できますよ、あるいはわずかな染色体がこう血質といいますかね、量が少ない、そういうふうなことについても調べられると。
で、まあ、性別も分かりますよとかね、まあ、遺伝性疾患の可能性についても調べられますよとか、で特急便だと2日でも結果が出るんですよみたいな、まあ、すごいそのここに、まあね、皆さんお忙しい妊婦さん多いで共働きの方も多いでしょうし、なかなか2人揃って遺伝カウンセリングっていうになるとなかなか敷居が高いんだけれども、ここならすぐに受けれるわっていうふうな形でそこに引き込むというふうなことが非常にたくさん宣伝されています。で今後ですね、まあ、こういうふうに無認証施設がどんどんこう増加すると、で認証施設も無認証施設もどんどん増えて、この NIPT はどんどん増えていくのかなというふうに思っています。これは去年の秋の段階で、全国にこの赤丸が大きな基幹施設、緑色のところが連携施設、全部で478まで増えているということですね。でこれは新聞等で報道されたこの無認証施設 の実態なんですけれども、その無認証施設の代表者の方へのインタビューなんですけれども、まあ、経営コンサルタントをしている中で、まあ、NIPT を知ってどうしてこの検査の情報がきちんと妊婦さんに届いていないのかというふうに不思議に思って、まあ、伸びしろを感じたと。で認定施設がない地域で検査ができればこれはビジネスチャンスだ。で女性が多くて、まあ、清潔で交通の便の良いところを探して、まあ、先ほどの美容クリニックであるとかあるいはまあ内科のクリニックと連携したんだと。で NIPT は妊婦さんの血液を取って検査所に送ってで、結果を開始という、まあ、非常にまあシンプルなものなんですね。で医療機関と提携して検査の手配、検査結果の返送の代行をしたり、利用者さんからの電話予約を得るとか、その電話の対応をするとか、まあ、そういうふうな業務をやっているんだということですね。で医療機関に対してはこの一番下に書いてますように1採血あたり3万円の採血料を支払いますよと。で看護師さんが採血して、まあ、血液を郵送するだけでですね、まあ、月50件だと150万円の、まあ、収入が売り込みますよというふうに持ちかけるんだと。で妊婦さんからは、まあ、1人当たり、まあ、20万円前後の検査料をいただいていますので検査会社への費用っていうのをこう差し引いても、まあ、相当の利益が上がるということですね。でこの図は、去年5月の国の専門委員会に出された検査数のグラフなんですけれども、この緑色 の NIPT というのはこれ見かけ上は約1万4000ぐらいのところでこう横ばいですけれども、実際にはこれとほぼ同じ件数あるいはそれ以上の NIPT が、無認証施設でやられていますので、もっと急な右上がりになっているはずですね、緑は。で、まあ、一次検査としてこの NIPT が増えたことで、まあ、最初から、まあ、羊水検査をしていた人が減って、この羊水検査の実施件数自体が少なくなっています。赤がこの羊水検査ですけれどもね。で最近ではその医療サイドの主張としてはね、ここに書いていますように NIPT は全ての妊婦を対象に、まあ、効果的に障害を見つけ出す、まあ、マススクリーニングというのが目的では絶対ないんだと。でその目的はこの羊水検査のような非常にこう妊婦さんに親身的なあるいは胎児赤ちゃんにも親身的なそういうそういう検査の負担を軽減することにあるんだというふうなそういう強調のされ方をしています。で現時点では先ほど の3つのトリソミー以外の検査についてもですね、分析の妥当性であったりとかその臨床的な妥当性はまだ十分に確立されていないというふうに言われているにもかかわらず、まあ、無認証施設ではこの3つの疾患以外についても検査が行われているわけですけれども、今年 の春からですね、この認証施設でも臨床研究という名前で、まあ、実施できるようになっています。で今月の13日に、まあ、子ども家庭審議会の科学技術部会が承認したこの NIPT の臨床研究における課題と対応見解というのによりますと、もうこれまでの定義ではこの NIPT というのは染色体の変化を調べる検査というふうにされていたわけですけれども、まあ、
今後さまざまな臨床研究の実施が想定されるということで、検査対象をほぼ、無制限に拡大されるようなそういう定義のされ方になりました。あるいはこの国の審議の中ででもですね、この3つの疾患以外の NIPT については、疾患が生じるその頻度も非常に低いし、でそれがたとえ分かってもどんな症状が起きるのかっていうのは予想できない、あるいはその検査の精度も確立していない、だから、十分な情報に基づく自律的な意思決定というふうな、そういうこと自体も難しいんだと、遺伝カウンセリング自体非常に難しいよというふうな声が、非常にあったわけですけれども、あるいはですね、その先ほど言ったみたいに NIPT の目的の一つはその先ほどの侵襲的な陽性検査とかを減らすというようなことにあると言っているんだけれども、でもこの対象疾患を増やしたらやっぱりこの偽陽性ってのも増えるからね、その陽性検査の数もやっぱり増えてくるよっていうような、そういうふうな懸念も話されたわけですけれども、でも結局ですね、妊婦さんへの遺伝カウンセリングを十分に行うということを条件にして、全国あちこちでですね、この臨床研究という形で、さまざまな疾患についての NIPT も可能になってきたということです。で、集中麻検査のこれからということについてですけれども、この NIPT という技術は、とても、拡張性の高い膨張性のある技術だというふうに思うんですね。で、妊婦さんの血液検査だけなので非常に手軽で、検査できてしまうと、あるいは妊婦さんや胎児に対しても安全だというふうに言われていると。で、わずかな検体から一度にさまざまな遺伝学的な変化を、網羅的に調べることができると。で、検査の自動化とか機械化というのが今どんどん進んでいますので、費用も、どんどん安くなってきているんですね。いずれ、多くの妊婦さんを対象にして全ての染色体あるいは多くの遺伝性疾患の診断ができるようになる可能性があるということです。あるいは一方ですね、現在どんどんその主張面検査の商業利用というのが広がっています。で、国内外の検査会社が競争して参入してくる。で、より早くより多くの検査項目をより安く提供しようというふうな営業活動がどんどんこれも医療現場でされています。で、検体を収集して、検査会社に送って中間マージンを得る、そういう仲介業者というのも出てきました。で、今後全国あちこちのクリニックでこの NIPT がこの医療サービスとして、実施されるようになると、商業ベースで この命の選別というのが、急速に拡大していくんじゃないかなというふうに思うんですね。で、この出生前検査の実施にあたって強調されているのが、ここに示したように、妊婦さんあるいはそのパートナーの自己決定の尊重ということなんですね。で、ここに書いているこの関田昭彦っていうお医者さんっていうのは、この NIPT の第一人者、日本の第一人者って言われている方ですけれども、彼が曰くですね、この書くの中ですが、出生前検査は有性子孫との関連を否定できない人工妊娠中絶につながる可能性があると。そこで国家や社会的な圧力などの強制によらない個々の女性の自己決定権に基づくものであれば許容されるとの考え方のもとで実施されていると。決してマススクリーニングとして実施すべきではないんだと。で、この自己決定のプロセスを保障するのがこの出生前へのカウンセリングであって、女性が自律的な選択を行うためにも、全ての妊婦が出生前検査の情報に容易にアクセスできて容易にこう検査が受けれるようにするということが重要なんだというふうに彼は述べているわけですね。しかしながらですね、検査を受けるかどうかで、胎児に障害があるというふうに分かったときに、妊婦さんたちがですね、妊娠を、継続するか否かというふうな、そういうふうな妊婦さんやそのパートナーの意思決定というのは、病気あるいはその障害のある人たちに対する社会の在り方に非常に大きく左右されるんじゃないかなというふうに思います。現在この NIPT の受験者の大半を占めるのは高齢の妊婦さんなわけですけれども、妊娠適齢期あるいはその卵子の老化であったりとか、高齢出産による胎児のリスクがあるよっていうふうな、そういう報道が非常に今氾濫している中で、妊娠出産という行為
自体に非常に大きな不安を感じておられます。でさらには障害のある子をうまく育てられるだろうかとか、経済的にやっていけるだろうかとか、で育児と仕事が、障害がある子どもが生まれれば両立できるだろうかといった、そういうその出産とか育児をめぐるさまざまな心配というのは山積しているんですね。でそういうふうな不安というのは、本当はですね、障害のある人を取り巻く、社会的な困難が現実にあるからこそ生じるんだというふうに思うわけですけれども、それがこの胎児の障害ということに対する不安にこうすり替えられて、それが肥大化しているんじゃないかなというふうに私は思います。でそういうような中で、手軽に母子に安全な検査があるよというふうに提示され、あるいはその多くの妊婦さん、周りの人たちも、それを受けようかないというふうに思っているというような、そういうふうな状況の中では、検査を受けてみようというふうに思う方も多いだろうし、障害の可能性が示された場合にはその子を安心して産んで育てる、そういう道筋というのが見出せずに中絶に至る方も多いのではないかなというふうに思います。まとめに入りたいと思いますけれども、今この会の冒頭で署名にもご協力をいただきましたけれども、全国12の裁判所で39人の原告の方が提訴なさって、優生保護法以外の国賠訴訟というのが行われているんですね。今最高裁の大法廷での審理も始まっていて、5月の29日は最高裁の大法廷での、意見陳述というのも行われる。このおそらく夏ぐらいには何らかの結果が出るんじゃないかというふうに言われています。で障害や病を理由とした優生手術、不妊手術というのは、基本的人権を踏みにじるもので、違憲だということが、どんどん明らかになってきているわけですよね。で障害のある人に、括弧付きの不良だというふうな烙印を押して優生政策を推進することで、社会の中に障害を者を劣ったものとみなす優生思想というのを広く植え付けてきたという、そういうような歴史的な経緯があるわけですね。でこれらの優生手術を正当化した考え方というのは、今こう急速に進行している手腸摩検査等のこの命を選別する技術の開発や普及に直接つながっているのではないかなというふうに思います。手腸摩検査技術の開発普及の背景には、障害やあるいは障害とともに生きるということに対する、否定的な考え方がやっぱりどうしてもあるというふうに思わざるを得ません。で同時にですね、その手腸摩検査の対象というふうに名指されることで、差別自体が増えて稼働するというようなこともあるのではないかというふうに思います。現在ですね、手腸摩検査の拡大を後押ししているのは、ビジネスが商業化の、急速な進行に加えて、妊婦やパートナーのニーズ、あるいは自己決定権の尊重を前面に掲げることで、これらの、倫理的あるいは社会的な問題を共に防ぐというふうな、そういうふうな流れだというふうに思いますけれども、検査を受けるかどうか、先ほども言いましたけれども、胎児に障害があるかどうか、障害があるということが分かった際に、妊娠を継続するか否かというふうな、そういうふうな意思決定というのは、疾病や障害のある人たちに対するこの私たち社会の捉え方、在り方ということに大きく左右されるんだなというふうに本当に強く思うんですね。で障害への差別偏見も強くて、障害のある人たちが、当たり前に地域で育って生活するのはまだまだ困難が多い、あるいは、今すでにその地域でその人らしい生活をしていらっしゃる方たち、いろんな社会的な働きをなさっている方たちもたくさんいてらっしゃるんですけれども、その情報がなかなか伝わっていないというようなこともございます。でそういうような中で、手腸摩検査の周知が急速に進んで、妊娠すれば手腸摩検査を受けるのがスタンダードということになれば、結果として社会としての障害胎児の排除につながっていくんじゃないかと。でこれを認めると、多様な性の存在の可能性を認めて、その暮らしを互いに支え合いましょうというような、そういうふうな基本的な社会の枠組みというのを規定することになるんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございました。
臓器移植法を問い直す市民ネットワークの川見さんに、売買される性と臓器、日本での臓器移植50年をたどってというタイトルでお話をお願いします。このテーマは入門研ではとても珍しいというか、今回このテーマをいただくことになりました。ではどうぞよろしくお願いします。時間はありますか？時間は何時までですか？大体30分で半程度でどうぞお願いします。こんにちは。臓器移植法を問い直す市民ネットワークの川見と申します。本日は商品化される命ということがテーマだったので、臓器移植に関して売買がかなり多いということで、売買される性と臓器というタイトルをつけましたが、実際には本日の発題としてこのような7つのことについてお話ししたいと思います。で、まずですね、研究者でもなく、そういった医療関係者でもない、で、取材を重ねているわけでもないという一人 の、 市民としての私が自分の周りで起きたこと、それからそのことに疑問を持って、そして取り組み始めたという経緯についてね、少し書きました。で、医療問題と取り組むようになったのは友人の医療被害がきっかけでした。で、ちょうど50年前、1974年のことなので、本当に半世紀こういったものことについて、向き合ってきたということになります。で、その時にですね、命を天秤にかける、医療者の言葉なんですけれども、命を天秤にかけるとか、障害を持って生きるよりは死んでくれた方がマシでしょというね、ような説明が、被害、子どもを失った両親に対して発せられたんですね。で、この考え方は、天笠さんも言われましたけれども、新鮮な臓器を必要とする臓器移植のための脳死の概念、それを導入したこと、そして、犠牲の上にしか成り立たない臓器移植という医療そのものに現在も通じているというふうに思っています。で、あとこの、日本での臓器移植の50年というものを、やってみましたけれども、書いてみましたけれども、これを話し始めるとちょっと30分では話し終わらないので、皆さんに後で読んでいただいてですね、臓器移植法が成立したのは97年でした。それは脳死は人の死とは規定しませんでした。本人の同意と家族の承諾で提供できるというふうに、臓器が提供できるというふうに、改定法が成立するして2010年から施行されるんですが、その時は本人の同意がなくても家族の承諾のみで提供できる。で、また15歳未満の子どもからも同様に家族の承諾で提供できるというふうに変わりました。で、脳死が人の死であるのは臓器提供に関わる場面だけというのは前の法律と変わっていません。さて、50年についてはまた後で質問があればお答えすることにして、現在どういうことが進行しているのかということについて話したいと思います。で、厚労省はガイドラインやマニュアルの改定ということを現在多発しています。で、ここに書かれている赤の数字の1,2,3,5,7 というのはもうすでに、始まっていることです。で、4番と6番の黒のところは現在検討中ということなんですね。で、厚労省は若者をターゲットにして、そして普及啓発っていうことを、加速しているんですね。で、臓器提供を誇りとする気持ちの醸成というふうなことを子どもに教えるっていうかのために、いろんな資料を出して、なんていうんですか、レシピエントの人に臓器移植を受けた人、それから、提供したドナーの遺族、そうした人たちに対して、
講演してもらってそういう調整しようとしています。それから、虐待児童っていうと知的障害者っていうのは虐待を受けた児童と知的障害者は現在はこれまでは禁止されていました。で現在もまあ虐待児童からは禁止されているんですが、その虐待児童はどういうふうに虐待が判断できるか、受けたということを見極められるかということ でそのマニュアルをまあ簡素化していく、緩和していく、さっきソシミツさんがいろんなことが緩和されていく歴史があるということを言われましたけども、ここも同じなんですね。虐待に関する緩和、そして今禁止されている親以外の代諾や不足第5項の再検討ということが提言されています。で知的障害者に関しても大人の知的障害者はまだ検討中なんですが、15歳未満は親の承諾で提供が可能となりました。それからさらにですね、臓器提供の情報の提示ということですけれども、これが進んでるんですね。でもこれは昏睡状態、脳死に、非常に意識がなくなったような状態の患者さんの情報を、拠点病院と共有する制度っていうのを構築していこうと、そのことの検討が現在進められています。これは個人情報保護法に、抵触するのではないかということで、私では厚労省に対して質問を出していますが、これは通常の医療なんだということで根拠法も示さないというふうなことです。で、転送脳死判定のために、非常に重度な脳不全患者、搬送すること自体が問題があると思われるんですが、その患者を搬送してそして脳死判定するということも行われています。また心停止後臓器提供を拡大するために心停止から5分を経てエクモを装着してそして血流を管理させるでというエイメドの研究というのは現在行われている。でそれからこの、法的脳死判定基準の改定じゃなくて基準というのはちょっと違うんですけれど、脳法的脳死判定を、するための補助検査ですね、その補助検査を追加して、対象を脳死判定できる脳死判定をする対象を拡大するということが、現在進んでいるということなんです。でこれが厚労省の、いろんな、資料から集めてきたものですけれども、臓器提供が拡大している、それから15歳未満での脳死化の臓器提供数も非常に、拡大してきた。で、しかし、待機患者ですね、登録患者、移植登録患者は増え続けているという状況があります。でここにまとめたんですけれども、2010年まで改定法が通るまでは、97年から86件だったんですね。それが2010年以降、現在まで963件の臓器提供が行われ、通算で1049件が行われた。で昨年の10月の末には、1000件を達成したということで、いろんなイベントが行われたり宣伝が行われたりしました。それから子どものからの提供というのが15歳未満からは 10年の7月から行われているわけですけれども、それが昨年の12月までで77件で、このうち6歳未満は今まで6歳未満ということは脳死判定すらできなかったんですけれども、脳死判定ができるようになった6歳未満から30件を上回る提供が行われています。でしかし現在16,459人の登録数があって待機患者がいて、そして、人工心臓の開発や、透析での生存年数の増加ということもあってか、心臓なんかは3年半、待機年数、登録してから3年半ぐらいで、だいたい移植になるというふうなことになっています。でそれは今までは心臓の場合は1年でもうなくなるって言ってたんですけれども、現在は人工心臓の開発で長生きできるようになっているということですね。で今日はここのところですね、このなぜこういった臓器売買っていうのが行われて
いるのかっていうことをについて考えたいと思うんですね。で、海外渡航移植の無許可あっせん事件っていうのが昨年の2月7日に報道されました。難病患者支援の会の菊池博道容疑者が、逮捕されたということですね。で、去年の11月には東京地裁で判決が、実刑の判決が下りて現在は控訴中ということです。で、厚労省はこのことについて、国会からの、あれもあって、調査をしているんですね。ところが調査をしたけれども具体的な、方策は全然示していないということなんです。それはですね、なぜ具体的な方策が示されないのかといったら、厚労省は許可した団体には実態調査、調査権があるんだけれども、許可をしていない団体には行政は踏み込めないという調査権限がないというふうにしてるんですね。で、ただイスタンブール宣言2018といって、国際移植学会の宣言があるんですけれども、そこは医師などの専門家は取引と戦う法的義務を負うし、負うようにしてはどうかというふうな、それから未成年者からの生体ドナーは禁止とするというふうなことをしてはどうかというふうな具体的な、提案もしているんですけれども、厚労省は、つまり何もしていない。で、臓器移植拡大をすれば根絶につながっていくんだっていうふうな形で言っていますけれども、移植大国のアメリカでは待機患者は10万から11万人いるというふうに、4万5千ぐらいの移植が行われているけれども、それの倍以上の待機患者がずっと増え続けているということです。で、それでですね、この臓器の商品化、ビジネスとしての臓器売買というのが横行しているわけですけれども、この国際的にも臓器売買は非倫理的であり非道徳的だということで禁止されています。で、国内的にもですね、臓器移植法は第11条で臓器売買を禁止し、そして臓器の斡旋業の許可は厚労省の許可を得なければならないというふうになっているんですが、このまたユニセフなんかもですね、人身取引の主な目的は強制労働と児童売春、それから強制結婚、臓器売買であり児童の保護を呼びかけているんです。すごい2012年から2014年のデータなんですけれども、世界で 63,251 人の人身取引があり、女性がその7割を占めていたというデータも公表しています。で、この私は人身取引ですね、臓器売買が起きる原因っていうのは貧困にあると思うんですね。で、世界で紛争が起きていて、そして貧困と経済格差にあると思うんですが、難民キャンプや貧困国、そして買う人たちっていうのは欧米などの金持ち国ですね。臓器を買いたいという需要があって、一方で世界中で紛争が起きて難民が増え、毎日の食事もままならないというふうな人がいるという現実があります。で、そこにはブローカーがはびこって闇のビジネスが成立していると。で、難民キャンプではブローカーを介して生徒臓器を売る人が後を絶たないというふうに言われてるんですね。で、地震などの災害が起きた地域でも、冷凍パックを抱えて遺体から臓器を取り出す犯罪グループが横行したというニュースもありました。で、日本でもですね、税系ビジネスとか、それから児童ポルノ、アダルトビデオ制作に引き込まれてという事例が後を絶たなくて、パップスとかコラボとかっていう団体が、そうした相談事業、それから避難をする居場所の提供などといったことを、やってる、そういった活動もあります。で、この BBC ニュースが2017年に伝えたレバノンでの、ブローカーを取材した記事がありました。で、これはベイルートに避難したシリア難民から臓器を売る人を見つけて、そして民家を改良した診療所に車で運ぶ、自分は3年で30人を手配した、
他に7人のブローカーを自分は知っていると、仕事は右肩上がりで上々だと。それで、直近ではシリアで父と兄弟たちを殺されて逃げてきたという17歳の少年から臓器をまあ提供されたと。でレバノンに住んで3年仕事がなく借金は増え、母と5人の姉妹を養うのに苦労していた。腎臓の代金として90万円を支払った。取材に応じたブローカーは違法だと知っているが人助けをしていると胸を張ったという記事が、まあ、載っていました。しかしですね、こうした性売買、臓器売買で、どんなふうなその犯罪に巻き込まれた人はどんな人生を歩むのか。で性、私は日本軍慰安婦問題というか、戦時中に、まあ、そういったこう臓器を売らざるを得なかった人たちのですね、すいません、の問題にもこの30年ぐらい取り組んでいるんですが、その被害者の人たちの言っていることと、それから臓器売買で臓器をまあ、提供した人のその後の人生を考えたときに非常に共通するものっていうのを感じたんですね。で、まあ、精神的苦痛、まあ、心的外傷性ストレス障害、まあ、いわゆる PTSD というふうに苦しめられる、夢にうなされる、そしてその当時のことが忘れられない。でその結果、まあ、体調不良になったり働けなくなった。でそうしたことになったのは、まあ、借金を抱えていて返済したいために臓器を売ったり性を売ったりというふうな人が多いんですけれども、そのためにはそのもらったお金は借金を返済に使ってしまってまた貧困になってしまうと。でもちろんそういうふうに体を悪くしてしまうので、もう働けなくて人生が破壊されていくっていうふうな人生だということだったんです。で買った方の側っていうのはお金を払っているので、ここがまあ臓器の場合なんかは、高額のお金を支払うっていうこと、自分が助かりたいためには当たり前だというふうな感じで、まあ、罪悪感がない、もっと早くやればよかったというふうなことを言ってる人が今多いです。それから仲介者はもう闇の行為だというふうに分かっているけれども、人助けをやってるんだというふうに、まあ、自負をしている。じゃあ法律ではどうなのか。法律は禁止しています。で売春禁止法では買春行為には罰則はありません。で売春にも、罰則はないんですが、補導とか保護構成というふうなことがされています。そして斡旋勧誘を罰則処罰されます。で臓器移植法でも臓器売買は5年以下の懲役、あるいは500万円以下の罰金というふうになっています。で、まあ、生体腎移植で宇和島特集会病院ですかね、あそこの万波医師がやったこういう売買事件がありました。で万波医師はそういう売買には関与していないということで、まあ、罰則にケース実刑にはならなかったっていうか、刑はならなかったんですけれども、レシピエントとドナーが実刑になったとか、で暴力団が絡んで虚偽の養子縁組をして売買事件を行ったっていうことも実刑判決が起きています。でこういった売買っていうのが費用がことがあるんですけれども、臓器移植っていうのは非常に莫大な費用がかかる医療なんですね。にもかかわらず国策として進められている。それはなぜなのかということについても考えてみました。で臓器移植にかかる費用というのは、移植術や移植採取術、それから臓器運搬費とかコーディネーター費、まあ、入院費など他にも食費などいろんな入院費がかかり、生活費がかかりますけれども、そういうので500万円から1000万円だと、まあ、日本では言われています。ところが、まあ、実際には、まあ、保険や助成が国の助成などが適用されて、そして、まあ、その1割ほどではないかというふうに負担だというふうに言われていますね。まあ、はっきり言えることは、確実に高額な収益が病院の中には入るということなんです。で一方提供施設はどうかというと、診療報酬が、まあ、改定されてですね、入院費っていうのは患者の入院期間が短いほど収益性が高まるというふうな状況があると思います。で一方ドナーは、まあ、アメリカで、まあ、医療費が高額になると無保険者や契約している保険の種類で、まあ、費用が支払えないと、
で、まあ、臓器を提供するという人が多いというふうなことが報道されますが、まあ日本でもですね、救命が困難だというふうに言われると終末期だというふうに説明になって、それ以降は無益な治療というふうに示唆されて、そして選択肢が提示される。でこの辺は誘導だと思うんですが、 先ほど利光さんの話 の、 検査、出生前検査ですね。でその検査の行われることとなんか非常に似てるなというふうに思いながら聞いていました。で、これはアメリカで働いている日本人医療者のブログが、まあ、課題ごとに編集されて本になっているんですね。でアメイログ移植というふうな、こうだアメイログシリーズの第7弾として丸善出版から、出ているんですけれども、その中に、浅井さんという移植医なんですけれども、小児科の移植医ですねが書かれています。でこれは病院経営上移植医療は超魅力的なんだと、確実に収益を上げることができる目玉商品だ、競合病院との差別化を図れる、医療市場において優位な立場が得られるんだと。で移植後の患者は永続的に病院の患者を受診する、まあ、つまり免疫抑制剤を、飲まなければいけないとか、ずっと、まあ、受診をしなければならないですね。でそういう一生続くリピーターを獲得できると、そういった非常に病院経営にとって利益となる面があるが、しかし社会全体で考えると国の医療費は増大すると。で移植件数を増やすために書類上重症と書かせる不正も、まあ、あったというふうなことが書かれていました。そして、まあ、一応まとめますけれども、臓器移植という医療は命を天秤にかけて選別する医療だっていうことを私は思います。で愛の行為とか命のリレーとか人道主義に基づいた崇高な行為というふうにキャンペーンが貼られていますが、のそこには脳不全状態で、まあ、長く生きる人のことは一切語られないということがあると思います。で私は2010年頃だったと思うんですけれども、アメリカで心臓移植を受けた上田さくらちゃんのお父さんと13トリソミーで生まれてミルクを、まあ、詰まらせて脳死状態になった永瀬はるかちゃんのお父さんがね、厚労省の、審議会を傍聴して、その後エレベーターホールで一緒になった時に、まあ、短い会話をしたんですけれども、そのことが忘れられないんです。で私もそこに一緒に行ってたんですが、上田さんは心臓移植を受けなければ、まあ、生きることができない、そういった娘のことを、ね、理解してほしいというふうに永瀬さんに言ったんですね。で永瀬さんは自分の娘が上田さんのように心臓移植をしないと助からないと言われたら同じようにしたかもしれない、だけども自分の子供は脳死の状態になった、で妻と自分と娘と3人で穏やかに幸せな日常を送っているんだと、脳死状態の娘を持つ身としては脳死からの臓器提供を進めてくださいとはどうしても言えませんよと、いうことを、私たちの日常を奪わないでくださいっていうふうに彼は言ったんですね。で私は2人の会話を聞いていてね、まあ、本当にもう涙が出てきたんですけれども、なぜ難病の同じ年齢、2人はほぼ同じだったんですね。その当時4歳か5歳ぐらいでしたかね、5歳ぐらいでした、5、6歳の子供の、ね、年齢の子供を持つ親同士が子供の命を守る、同じ願いを持つ、命を助けたいと守ってやりたいという同じ願いを持つ親同士が対立しなければならない、ね、どちらかを助けるためにはどちらかを犠牲しなければいけないという、こういう移植医療ですね、脳死からの移植医療っていうのは、まあ、本当に何なんだろうと思ったんですね。で私がその70年の、まあ、こうした医療問題に、入るきっかけとなった医者の、命を天秤にかけるとか、それから価値ある命と価値なき命を選別するというふうなね、まあ、障害児は生きていてもしょうがないよっていうふうな、そういった、まあ、脳死の子供は生きていてもしょうがないよといった、そういう、 こう価値あるものと価値ない命の選別でしかないなっていうふうにその時も思いました。
で2つ目は無益な治療論とつながっているということです。でこれは児玉真美さんが私たちの市民講座で講演されたことなんですけれども、救命は不可能と厚労省は現在ですね救命不可能と判断したら、まあ、そこではもう終末期の医療になるんだっていうふうに、で終末期の医療っていうのは無益な医療なんだ、でそこではもう治療を停止するかあるいは臓器提供っていうふうなことを、まあ、話しかけていくという、まあ、提供情報を提供していくっていうことを言ってるんですけれども、この、アメリカではね DCD、まあ、心臓死からの提供ですね DCD もそれから脳死概念も人の死とは言えないというふうになっています。でそれなら、まあ、死んだ人から のドナールールですねデッドドナールールを撤廃して、もうすでに今も生きてる人からもらってんだから生きてる人から臓器を摘出しようというふうにもうマニュアルをそういうふうにすればいいじゃないですか。どうせ死ぬ命は一つだけれども助かる命は複数なのだからっていうことで、まあ、心臓死から脳死っていうふうになって概念になって今度はその循環死血流がない循環死という概念まで出してこようとしているということがあります。でその循環死 の中で何て言うんですかそのもうそこで判断したら早めに、もう治療を中止してそして臓器を摘出するっていうことですね。で3つ目は裕福な階層による、貧困層の搾取ではないかというふうにね私は思うんですね。あとですね、2022年に公開された、ほのかという映画がドキュメンタリー映画がありました。でほのかさんのお母さんである西村理沙さんに、まあ、先月講演していただいたんですけれどもほのかさんは生まれてすぐに、大人で言えば脳死に近い状態ですよと診断されてそれから16年生きているんです。でこの時には0歳 の, 子供小さな6歳未満の子供には脳死判定基準というのはなかったので脳死判定はできなかったので、まあ、その時今のように脳死判定ができたらほのかの16年はあっただろうかっていうふうに西村さんはお話ししていたんですね。でこ の, 映画を撮ってくれた人の、まあ、小さな時に撮ったんですね。それから9年後の、まあ、西村家ということで西村さん の, 映像がインタビュー記事があったんですね。それをちょっと聞いていただければと、まあ、とってもね西村さんはね本当に、ね、哲学者じゃないかなと思うようにねあれなんですよいいことをね言われて、そんなケア本当に必要なのとかって、まあ、ほのかの実態がどんどん通じにくくなるっていうことが起きちゃって、まずその実態を理解してもらうっていうところの努力をしないとその先の支援を望むところのステージまでいかないんですよ。でもその知ってもらう努力って結局こっち発信でケアで大変な生活してて知ってもらう努力もしてで知ってもらってやっと同じ土俵に立てるってやっぱりちょっと歪んでると思うんですね、世界としては。まあ、もう一つ私がすごく心配しているのは、その、ほのかが漏れてるのが制度とかからだけじゃなくて、その、このコミュニティの中から漏れちゃうっていうこと、まあ、今後その学校卒業してってなった時に、やっぱりその、外に出ていくっていうことが難しいので、私ここにいますっていうことを、その、こっちからこうアピールしていかないと本当にないものにされちゃうし、ちょっと具体的なビジョンっていうのはさっきも言ったけどその、ま、学び続けられる何かっていうことしか浮かんでないので、やっぱりそのここにいるよっていうことを言っていかないといけない止めれば良いかわからないという意見があったということについて、まあ、西村さんが言ってるわけなんです。なんかその見た時にその自分の中に湧いた感情と向き合う時に大事なのってそのほのかを受け入れるかどうかではないと思うんです。だってもうそこに生きてるんだから、
他のマイノリティに使って、なんだろうこの感情って思った人と同じ命を生きてるんだから、その人たちをジャッジする立場じゃないとか、その感情が湧いた自分とどう向き合うかってことだと思うので、そこ履き違えると、無理、受け入れられない、そういう命がないとかって判断、あのジャッジ判になっちゃう。画面通して見たりすると、実際に生きてるっていう感情は湧かないかもしれないけど、だって自分と同じ家族の中にいる一人の子供なんだから、想像して、でその子をそのジャッジするっていうことが本当にできしていいことなのかとか。津久井やまゆり園の無差別殺傷事件についても、非常に怖かったということで話しております。ああいう若者の無差別とか障害者に対する敵とかっていうことが実際に殺人事件になっちゃったっていう衝撃はもちろん起きたんですけど、その他にやっぱりその事件の受け止め方、世の中の人たちの見方っていうのはやっぱりすごく怖くて、障害のある人たちが住んでた施設の中で起きたこと、まあ、自分たちとそれこそ地続きのところで起きた事件じゃないみたいな、かわいそうだったねで終わる感じ。世の中の多くの人はそんな自分の中に差別とかはないって思って、だからその自分の中にそういう気持ちがあるってことに気づかないからこそ関係ないことだってなっちゃってるっていうことが、あの事件で明るみに出て、まあ薄々そうだなって私は思ってたことがこう明るみに出ちゃったので、すごく衝撃的で、あの事件っていろんなこの問題が明るみに出たはずだと思ってたんですよ。私はやっぱりその障害ある人たちが ああいう山奥の施設にこう閉じ込められてたわけではないんですけど、あそこがこう生活の場としてあそこしかないというか、あとはなんか親たちがやっぱり自分のうちに障害のある子がいるっていうことを、まあ、あまり人に言えないとか、それはまあ我が子は可愛くないわけじゃなくて、愛情はあったとしてもその世の中の人に知られたくないみたいな感情とか、自分では差別とかって思ってないけど無意識の中にある自分の中のその差別の感覚っていうんですかね、なんじゃないかなと思って、それはなんか私の中にももちろんあって、それは私はほのかが生まれた時にもうすごく思い知ったんですよね。私はその障害がある子供が自分のところに生まれてくるっていうことを夢にも思ってなくて、まあ、多分自分の中にもその差別っていうよりはその関係ないみたいな、同じ人間なのに同じ命なのにっていうところで、私は生まれた頃から生まれた時にそれと向き合わざるを得なくなってすごく辛かったんですけど、別の障害のこととかは分かんなかったりして無知だったら無意識にこう差別的な考えが浮かんだりもするから、全てのことが分かってるわけじゃないんで、まずはその実態を知るものすごくたくさんあるわけじゃないですか、マイノリティの問題って。でもそれを全部をみんなが知るっていうことは難しい。だけど世の中にいろんな人がいてみんな一緒なんだっていう前提にまず立てばいいだけの話って言ったらそこは難しいんですけど、みんな違うんだっていう気持ちでいろんな問題を見たら関係なくないんだってなるんですよ。同じ世界にいる人たちの話だから自分は関係ないってならない。で、今までこう自分とは関係ないと思って聞いてたニュースとかをその
え、なんだろうってそういう気持ちで聞いたら、そうだったんだって知れる機会がたくさんあると思うし、まあ、そういうふうにこういうふうに、語っているわけですね。で、今もいろんな支援をしてくださる方と、この西村さんの本当お話、そこにあるっていうこと、命がそこの命そのものなんだっていうこと、それからまず自分のそのどうしてああいうふうな状態で生きるって生きてるんだっていうふうなこと、その思いがもしあったら、そしたらその気持ちっていうのは相手を判断するのではなくて、自分に、なんで自分がそういうふうに考えてしまったんだろうっていうことを考えるべきじゃないのかっていうふうに彼女は言った。それからほのかさん自身がじっとそこに、私はここにいますっていうことを言いながら、ちょっといろんな人とのこう主体的に彼女自身が関係性を持てるという、そのことを、まあ、気づくね、ていく主体になれるんだっていうことを、まあ、分かってほしいと。やっぱり周りに来てくれた人とほのかさん自身が主体になって、まあ、帰っていく人、他の、まあ、西村さんだけじゃなくって他の方も言ってるんですけれども、すごく、看護師さんの卵が来て、で一緒に、ケアをしてくれる中で、最初は非常に暗かった看護師さんが帰る時はにこやかに笑ってさよならって言ったとか、あと中村ゆりちゃんが亡くなった時にですね、みんな看護師さんがそのお葬式に来てくれて、で中村さんゆりちゃんの遺体に対してありがとうというふうにお礼を言っていたとか、まあ、いろんなことがエピソードがありますけれども、そういうふうな関係を持てるというね、主体であるということをに気づいてほしいということを、まあ、言っていました。でこういうふうな生き方があるのに、その命があるのに、その命を無視してですね、命はもうそれか臓器提供しかないんだというふうな情報提供なり、いざなう、そちらの方にこう導いていくっていうふうな厚労省のその現在のやり方で、それは さっきの出生前診断でも同じようなことが言えるんだなと思いながら、としみつさんの話を聞きましたけれども、そういうことを私たちは、まあ、考えていかなくてはいけないし、まあ、一緒に頑張っていきましょうということです。ありがとうございました。どうです、まず最初にちょっと30分で話し足りなかったりということがあるかもしれないので、追加で加えることがあれば、皆さんお願いします。じゃあ天梨さんから、とし水さん、川辺さんという順番ですね。それから質問と討論、意見ということにしたいと思います。はい、今日はとし水さんと川辺さんを、まあ、お招きして、やっぱり今の状況についてですね、特に優生思想をめぐる状況について、本当に詳しくお話しいただきまして、最前線で起きていることがよく分かったと思うので、ね、すごく良かったなと思います。でも最前線で起きていることって言っても昔から変わんない、本当になんか変わんないなって感じがして、そういう意味ではね、なんか本当にやっぱり私たちの発信力もうちょっとやっぱり強めていきたいなとすごく感じますね。で、まあ、そういう意味でも今日は後で YouTube で放送していただくことになるんですかね。あ、YouTube じゃない、後で、あ、YouTube で、はい、そういうことで撮影にも入っていただいて、これからこれを広めていきたいと思いますので、ぜひとも今日の、シンポジウムをですね、皆さんに知っていただきたいなと思います、はい、というぐらいで、はい、何か、ありがとうございます。はい、私今時間を超過してなんか喋ってしまったので、あれですが、そうですね、今日村さんに遺伝移動っていうか遺伝子をめぐる、まあ、大きな流れであるとか、あるいはその中での優生学とか優生思想の流れっていうのを最初お話しいただいて、で私がその日本の、まあ、出生前検査、命が生まれる場で行われている、まあ、命の、まあ、選別であったりとかっていうふうな話で、神さんが命の最後のところで
命が切り分けられているっていうふうなお話をしてくださって、あ、そうなんだよな、そうなんだよ、そうなんだよと思いながら私も聞いておりました。でもなかなかこれで私たち今からどうするねんっていうところが、私も就職前検査の中ではすごく悩んでいるところです。後で皆さんのいろいろご意見伺えるとありがたいです。いいです。90年代には、脳死は人の死かどうかという議論がすごく大きくて、でやっぱり今でも脳死は人の死というふうには法律では規定されていないんですね。だからその、現在、ドナーカードを持っている人っていうのはそんなにいない、死登録表示をしている人はいないけれども、4割くらいの人は、まあ、いいんじゃないのっていう思っているという人が4割くらいいるっていうふうに、まあ、厚労省は発表しているんですね。で、まあ、その90年代の頃と現在そうしたこう、まあ、そういう状態、脳不全の状態になった時にもう死んでもいいというふうに思っている人がどういうふうになっているんだろうかっていうふうにね、まあ、とも思うんですね。その辺が、まあ、障害があるとか意識がないとか、でそういう人に対する命をみんながどう、社会はどういうふうに考えるんだろうなっていうことが、また、まあ、ずっと課題なんですけれども、その辺が、まあ、切り込めていないというところはある。で、提供っていうことも自己意思、まあ、そういうふうに自己決定というふうに、まあ、家族が決定する、臓器移植の場合は本人は意思がなくても家族が決定するということなんですけど、家族がそういうふうに考えてしまう、情報提供っていうのがなされているんですよね。だからその情報提供のありようで家族に決めてしまいただくんですよっていうふうに厚労省は言うんですけれども、家族は、まあ医者主治医からそういう何ですか、選択肢を提示して臓器提供に至ったっていう事例が7割をぐらいになってるんですよ。家族提供のうちの7割が、家族が臓器提供したいというふうに言ってるわけじゃなく、医者の方でからどうですか、選択肢はこういうふうにありますけどどうですかっていうふうに言われてるっていうのが、その8割の全体の8割のうちの7割が医者にの誘導なんですよね。だからそういうふうなことを考えると、まあ、実際に本人意思があったら、まあ、ほとんどの人が臓器は提供していないんじゃないかなっていうふうな気がします。その本人意思っていうのをどう考えるかっていうことについても、まあ、議論したいですね。はい、ありがとうございました。ではこれから疑問、疑問、質問、意見、何でも結構ですので討論したいと思いますが、 まず最初にですね、ちょっとこの天笠さんの報告の中で、この、ま、50年とこの DOK 最初に始まって81年から40年ぐらいですね、ということでそのことについてちょっとまとめていただいて、質問意見をですね、瀬古さん当初からいらっしゃった創立のメンバーですので、何かありましたら、ちょっと待って、これマイクはどうするんですか。いや、会場は今日はどうもありがとうございました。なんか10年経っても変わらないなっていうのは思うところと、やっぱりこれからどうしたらいいのかなっていうことを考えてあるんですが、50年ぐらい前に私が天笠さんには今日いらっしゃってないですけど、久保田さんなんかに話しかけたのは、遺伝子操作をイーライリリーという会社が始めた時に、これは大変なことになろうと思ったんですね。生命が操作される時代になるというふうに思って、で、DNA 問題研究会を立ち上げたと思います。天笠さん、そうですね。
の忘れちゃいましたね。ちょうどそうですよ。ちょうど依頼人者が電子操作っていうのを始めるという記事がなんか新聞社なんかに出たんですよ。で私はこれは何だろうと思って調べてみたら、これはやばいなと、私たちの電子が操作されるっていうことになったなと思って、それから50年ですね。で、私たちのやっぱり発信力も天川さんなんか頑張ってくださって一生懸命やってくださってるけど、まだまだ弱いですよね。今日はぜひそのこれから、まあ、今までのことも踏まえた上で、これからどういうこう発信していったらいいか、私たちと共有できる方は今日来てると思うんですけど、知らないって人もたくさんいると思うので、そういう方々とどういう共有の仕方を、それからまた発信していったらいいかっていうことを考えていけたらいいかなと思います。さっきガーミさんがおっしゃったことで言えば、医者の大体こう死と言ったらおかしいか、医者の、提案なんていうんですか、誘導によってっておっしゃったけど、それの中間に入るあの、組織とか人っていうのは必要なのではないですかね。医者対患者っていうことになったり、医者対家族っていうことになるとどうしても弱いですよね。そこの中間になる公平性のあるところっていうのがないと、この構造は変わらないのかなと思って聞いておりましたが、いかがでしょうか。はい、ではまず天野さん、じゃあ川上さんに。今ね、病院、一般病院で、脳死が強く疑われる患者っていうのが出た、意識不明にいて、なんとか DS、なんとか3っていうのがね、意識レベルなんでしょうけれども、それが低い人が、出たと。で、その人を、拠点病院に患者情報を流すんですよ。でそれを今検討してるんですね、そのやり方の構築ということで。で、そしたらそっちの方からその患者情報を流すっていうのは個人情報違反でしょっていうふうに私たちは言いますよね。で、それはそうじゃないんだと、コロナの時でもコロナの患者さんがいるからどうぞってどういうふうにしたらいいかっていうのがこう流れていたと。で、そういうこういう一般の医療行為なんだっていうふうに厚労省は言うんですけれども、そこに出てくるのがそういう、 こう相談に応じる患者さんの相談に応じるコーディネーターみたいな、福祉だか心理だかちょっとよくわからないんですけど、そういう人に、行ってもらって、そしてその終末期の過ごし方、もう終末期って言ってるんですね、終末期かどうかわからないですよ。ほのかちゃんなんて16年間生きてて16年間終末期なんですかって聞いたんですよ。で、何にも言わないけども、でそういうふうに終末期かどうかわからないの、終末期っていうのは何年ぐらいをどれくらいの期間を言うんですかって言っても何も答えない。ともかくそういう状態になったら終末期なんですって、それがもう救急医学会のもうマニュアルなんですっていうふうに、厚労省は言うんですけれども、そこのところですよね。そこに相談事業に行くとか、コンサルティングするって言ったかな、なんて言ったかな、なんかどういうふうに過ごしたらいいかっていうことの相談に応じる人が専門医科を育成するようにしているって。だってそれは主治医でないけれども、医者じゃないけれども同じような感じだと思うんですね。だからその間に立つ人っていうのが、まあ、看護師であったりなんとかであったりするんですけれども、その人の考え方ですよね。そこが問題かなっていうふうに思いますね。病院から派遣される人はもうどうダメって感じ。もっと中立的な人だよね。どうなんだろう。他にご意見ありますか、ね、今の、会場の皆さん。では、それやっても違っても結構ですので、どうぞ。マイクなくても声でかいですから大丈夫です、はい、お二人、天松さんにちょっといくつかお聞きします。先ほどですね、質問時間の時にやるとおっしゃった健康とマイナンバーのところ、これちょっとご説明をお願いしたいと。
でその時ですね、あの東北メディカルなんとかってありましたね昔、はいはい、それがもし関係していればちょっとあの何やっとるかですね教えていただけるか。それから2つ目はですね、このまあ文藝春秋の今月号の記事にあるようにですね、メッセンジャー RNA ワクチンがもうめちゃくちゃなってるわけですよ。副作用が出てですね、これ福島正則さんってね、戦国大名みたいな名前の先生が、まあ、こういう記事載せておられて、で私が心配なのはですね、これワクチンですから医薬品の方がもっと心配なんですけど、その遺伝子作用を利用する医薬品について現段階でですね、警戒警報があればご発言をお願いしたい。その2つです。それから川見さんにちょっとお聞きしたいことが2つあります。まず1つはストレートにですね、脳死は人の死とお考えでしょうかと。おそらくお考えでないと思いますので、その理由を教えてください。それで立花隆のですね、脳死についてのものすごい巨大な文献が、まあ、その1990年前後に出てるんですけれど、まあ、それについてどう思われるかも含めてですね、ちょっとご発言いただければと。それから2つ目はですね、猿とか豚とかですね、そういうあの動物を使って人間の遺伝子を組み込んだ臓器を作らせ、それを人間に移植するというですね、それがもうすでに始まりましたですね、これについてどう思われるかというところをお願いします。以上です。すみません、どうもありがとうございます。質問、東北メディカルセンターだったと思うんですけども、はい、東北大学と岩手医大ですよね、ここが中心になってゲノム解析するために、ヒトゲノム解析のために血液を採集するということ で単に血液を採集するだけじゃなくて、いわゆる家族管理で家族家系での遺伝子を管理するのをいわゆる解析するという、まあ、そういうデータを集めているのがこの東北メディカルセンター でここがそういういわゆる DNA の遺伝子の解析ですね、それ、まあ、家系を通しての遺伝子の解析を通して、まあ、どういう病気がどういう遺伝子と関係するかというのを、まあ、見つけていこうということで、まあ、これは非常に今の状況と全く今日話したことと全くつながっている話なんですね。でこれは要するに遺伝子医療というのがやっぱりこれからの医療の中心になるだろう。要するに遺伝子レベルでその解析して、それどういう病気になっているかっていうのを解析して、その上でその治療していくと。でこういう方向が今もうほとんどになってきちゃってるんですね、病気の、まあ、いわゆる先端の研究者の方向としてはですね。ですから今日話したことと同じで、いわゆる家計管理につながりますから、遺伝的な、ですから本当に差別と偏見っていうのがやっぱりつながってくる、そういう大きな問題じゃないかなと思ってます。それからメッセンジャー RNA ワクチンですけど、本当ひどい状態になってるみたいなんで、私もちょっと田中さんからいろいろデータを送っていただいてるんですけども、やっぱり遺伝子レベルでいわゆる操作するっていうのは怖さですよね。だからやっぱり遺伝子操作なんですよ、では明らかに。ですからこれは何が起きるか分かんないなっていうのはやっぱりすごく感じるところですね。で今度の紅麹色素の問題の話がありまして、小林製薬もですね、あれを実はいろいろ調べていきましたら、やっぱりまあ、いわゆる紅麹の中に有害物質が、まあ、産生するところがあるわけですけど、まあ、それをなくすために放射線当ててるみたいなんですね。でそれでですね、やっぱり遺伝子的に変異が起きてしまって、何かすごい未知の有害物質ができたんじゃないかっていう可能性があるんで、高いんですよ。でその辺については何もわからないんですけど、まだはっきりわからないんですけど、昔昭和電工の L トリプトファン事件っていうのがあったんですけども、トリプトファン事件がまさに遺伝子組み換えで未知の微生、いわゆる未知の毒物が産生して、であれも38人でしたかね、亡くなった方が。で結構多くの方が亡くなってるんですけど、本当に同じケースだなってすごく感じたのが、今度の小林製薬の紅麹でしたっけ
だなって感じがしてましたね。だからそれを人間に適用するわけですからね、メッセンジャー RNA ワクチンとかいわゆるそういう遺伝子を操作するというのを。だから、まあ、ある意味じゃ本当は、まあ、本当に踏み込んではいけないところに踏み込んでしまった、これがやっぱり今の問題だと。ですから何が起きるか分かんないっていうのはもう最初から、まあ、私たちも言ってましたし、ですからそれが今ねどういう形で出てきてるかっていうのはおそらく厚労省とか何も言わないでしょうから分かりませんけれども、でもやっぱり何らかの形でやっぱこれから影響が起きるんじゃないかな、あるいは今もすでに起きてて広がってんじゃないかなと、まあ、そういう感じはしますね。マイナンバーは、あ、マイナンバーね、あ、マイナンバーなんでしょうかいわゆる今の、コンピューター、いわゆる私データバンク社会って言ってるんですけど、そのいわゆるマイナンバーと健康保険証が一体化するっていうことはもう本当にいわゆるその個人 の, いわゆる遺伝情報だけじゃなくて、いろんな情報がもう障害管理と結びつくなって感じがするんですね。で今マイナーポータル、いわゆる厚労省が進めてるのはマイナーポータル制度、マイナーポータル制度のいわゆるデータバンク化、いわゆる個人個人 の, 健康情報を生涯にわたって管理するっていう考え方なんですよ。ですから母子保険、いわゆる生まれる前のいわゆる妊娠から墓場まで、いわゆる死ぬまでその健康情報を一元的に全部つなげて管理しようっていう考え方で国が進めてるのは、ですから母子保険手帳から始まって学校の健康診断から、それからいわゆる勤め人が持ってる健康保険、を使った医療、いわゆる健康診断とか治療とか、そしていわゆる最後はそれこそ老後の施設に入った時に受ける健康診断で、そういうものが全部つながるように したいわけですね。でそれを全部つなげることにするためにはやっぱり健康保険証のマイナンバー化が必要なんですよ。でその健康保険証のマイナンバー化を通して、それでいわゆる出生前から、まあ、死ぬまでで、死ぬときはそれこそ臓器提供の問題まで含めてもちろん入ってくるわけですね、そこに。でそれを全部つなげようっていうのが今厚労省が進めてるやり方ですね。ですから今日お話しした内容が全部つなげる形で今政策が進んでるよっていうことなんですねということです。あとは、よろしいですか。はい、じゃあ感染症、じゃあ、川田さん。老子は人の死かっていうことは、私は人の死ではないと。まあ、人の死というのは、そのアメリカでも、例えば心臓が止まった段階も、そのある一定のところが、最初に天笠さんが話されたと思うんですけど、ある一定のところを捉えて、この瞬間が死だと。こっちは生でこっちは死っていう風なものではないという風に思ってるんですね、私も。でやっぱり24時間とか、内臓法が規定するように、まあ、そういう風に一つ一つの細胞とか何かがこう死滅していく、腎臓がダメになっていく、肝臓がダメになっていく、心臓がダメになっていく、肺がダメになっていくという、いろんな臓器とか、それからいろんな組織とか細胞とかがこう死滅していく過程があると思うんですね。だから心臓が止まっても耳は聞こえているっていう人もたくさんいると思うんです。だからその心停止の時間、それか脳の不全だっていうふうに言われる時間、それがまあ人の死というふうなことではない。だから本当に、亡くなった人から、臓器を取るというのは、例えば何ですか、白木君だっけ、何だっけなんかほら遺体を解剖するじゃないですかね。でそういう方はやっぱり本当に何か立ってから解剖するわけですよね、亡くなっているって。それを私は別に反対はしないです。そういった本当に家族がそこでいいっていう、本人も遺体解剖検体するっていうふうなことだったらそれはいいと思うんですけれども、亡くなっているかどうかわからない、まだ生命兆候がどこかに残っているっていう時点では人の死ではないんではないかというふうに思います。それと例
立花隆史さんがどういうふうに何を書いたのか私ちょっと忘れちゃったし読んだような記憶もあるんですけど、まあ、その当時と現在では随分医療の中身が変わってきてるっていうか、脳死というふうな状態でも非常に長く生存できるということがあると思うんですね。だから二十何年生きた方もいますよね、アメリカにはね。で現在ほのかちゃん16年ですね。で今まで私が付き合った脳死の子供さんは4歳とか10歳とか、11歳とかっていう形で亡くなってきておられますね。でこの間なんか連絡があったコーチの方は、12歳だって言ってましたね。今度は訪問学級の訪問学級っていうか特別支援学校の中等部に入りますっていうふうなことを言ってましたけど、その方はやっぱり幼い時からで生まれてすぐに、ほのかちゃんと同じような状態でなって、そして今現在12歳という男の子だって言ってましたね。でそういうふうにやはり、介護の仕方とか向き合いだとなんかいろんな医療の発達もあったと思うんですけども、それは長く生きられるようになっているっていうことなので、ということです。だから生存できるということ、それからと豚の便とかそういうのが この間の心臓移植ですか、豚の遺伝子組み換えじゃなくてゲノム編集ですか、はい、を作成した豚の心臓を、だから人間の細胞を入れるんですね、組み込むんですね。そういう遺伝子を入れて、そして豚に入れてそのゲノム編集して、でそれを人間に移すっていうのは、まあその辺はもう私よりも天笠さんの方が詳しいんではないかと思いますけれども、その辺私は、まあ、私はそういう移植という形ではなく、例えば人工心臓とか心膜をこう貼り付けるとかっていうふうな医療があるので、移植以外の研究に厚労省はお金をこう出して、そして研究を進めてほしいと。で日本はそういう移植が遅れているというふうに言われますけれども、その分そういった人工心臓の研究とか、それから透析だとかの技術を用いて、他の肝臓とか肺とか心臓とかでもそういったこう透析技術を用いたなんか治療法を開発するとか、そういうことが非常に進んでいるというふうに聞いてますし、腎臓の透析、人工透析をやってる方も他の外国の方に比べていろいろな障害が出る方もいるとは思いますけれども、非常にスムーズに透析を続けられるというふうなことを聞いているんですけど、どうなんでしょうか。村上君がちょっと詳しく、豚の方の移植に関しては村上君が詳しいんでちょっと後で話して、立花隆史のやつですけど、立花隆史ってすごいこのいわゆる科学主義なんですよね、人で。それで脳死を人の死とするかどうかで、脳死判定について書いてあるんですけど、脳死判定、ちょっと全部忘れて、6つの判定基準があったと思うんですけど、この 6つの判定基準、いわゆる心停止だとか、自発的呼吸の停止とか、こういう6つの判定基準を、いわゆる脳が機能を停止すればその6つの判定基準は、満たすと。脳が機能を停止すれば6つの基準は満たすと。ただ6つの基準がクリアされたからだといって脳の機能が完全に停止したとは言えないと。でそれだからいわゆる脳死判定基準に問題ありというのが立花隆史の考え方なんですよ。でですから脳死批判というのはそこだったんですね。だから立花隆史が提案したのは脳血流を検査すべきだっていう、結論的に言えばそういう考え方なんですよ。で脳血流をこの検査することによってその脳死が本当にその人の脳が機能停止したかどうかを判定すべきだという考え方だったんですよ。だけど最近出てきましたよね、脳血流の判断っていうのがね。ですから立花隆史の議論っていうのはもうすでに実はある意味じゃクリアされてきて、だからそうするとやっぱり立花隆史の考え方で言えば脳死は人の死として認めるという考え方になってっちゃうんですよ。
だからその辺はね非常に問題だったんです、あの人の考え方。確かあの延髄、延髄っていうんですかね、あのそこと大脳とは違うというようなことを書いてたような記憶があったんですけど、はい、まあそれもあるんですけど、意外とそれはあのそれとやっぱり一番基本はそこだった、脳死の判定基準をめぐる議論だったんですね。だからあのそこはやはり一番問題だった、ね、だからあのだから立花隆はあれだけ書いたんですけど、結局なんていうのかな、すごいやっぱり脳死をある意味じゃ認める考え方、なんか自分は提供者になるとか言って、うん、認める考え方になったんですよね、うん、結局変な人だな、すいません豚の方はこちらで。ですね、この間、日本で話題になったのはアメリカで開発された豚の輸入ですよね。でね、豚の心臓を例えば人間に入れるとですね、人間が、ものすごいあの免疫反応を起こしてすぐに、腐ってしまうということで、何をやってるかっていうと、人間の免疫が反応しないようにその、まあ、豚の心臓の表層にあるタンパク質を壊す、こういうこ、まあ、これが単純な話なんですね、一番単純な。だ、免疫がで、そのために確かですね10個ぐらいの遺伝子を壊すと、で、まあ、1箇所はちょっと変えるとか、そういうふうにやったものなんです。で、豚の細胞周期ですとかね、染色体数ですとか、人間と違うんですよ、46本じゃなくて、そういう細胞で、で実際は、成功っていうアメリカの、ね、3例あったんですけど、まあ、成功っていうんですけど、皆さん亡くある一定期間のうちに亡くなってっていう状態で、まあ、成功って報道されるのに踊らせないということですよね。病院側は必ず成功って言うですから。それでもう一つは、今その免疫をね制御することはできないので、必ずいずれ反応しちゃうので、ですから、まあ、再生医療とかですね、それからそういう動物の臓器を使った移植、脳死患者の実験とかですね、脳死患者を研究に使っちゃうんですよ。それとか、そういうひっくるめた研究ということだと思います。で実際に日本では実施されるのはとても難しいと思います。やれると思うんですけど、あの、ね、アメリカでなぜかというと、その臓器がダメだとすぐに供給源 の大学のすぐそばにイムランという会社がそこに、そういう遺伝子操作をした動物を飼ってるんですよね。だから何かあった時にすぐこう、自動車で運んでくるとか、そういう形にしてるので、なかなか日本では難しいと思います。だから慶応大学で何かやったっていうのはありなかったですか。あのその移植動物の、あ、豚のそれをまた増殖して、日本で増殖してでそれを移植に使う、増やすと増殖して、日本でのアメリカで、あ、明治大学だっけの中で、明治大学もそうです。そうだから持ってきたさ、持ってきて増殖してるっていう、そうだから増やそうとしてるんですけど、今その段階、だけど遺伝子組み換えは、まあ、アメリカで行われているものですから、それを使って研究をするという、あの以前にですね DNA 研究会の講演会来た時に、あの受精卵のレベルからですね、そのいわゆるその豚の受精卵が自分の例えば肝臓を作る遺伝子をノックアウトしてですね、でそこへあの人間の遺伝子を突っ込んで、そして大きくしてですね、その臓器を移植するなんて話をしてたんですけど、はい、それはどないなってんですか。今のお話はですね、動物の中に、人間の細胞を入れて、それでその細胞が育ってきて、まあ、肝臓なり何なり臓器となって、で、移植するので、人間が人間の細胞を移植するっていう話ですよね、うん、でそれはどうなってるかっていうと、それはこの前、まだもっともっとすごい前の段階です。そうそう、今のストーリーは言いましたけど、うん、今の新聞に出てるのはそれではないんですね。違います。違います。あの豚の臓器を人間が反応しないように、その豚が人間の皮膚のようなものを持ってる豚にしてしまう、
でそれはある程度作られているので輸入してくるってことですね。だけど、まあ、なくなってるっていうことですね。それが、ね、その今のだいぶ昔に外務検討会でやって中内さんという形がやられて、今ちょっと田中さんもお話があったように ちょっと待ってください。今の豚の中に人間の臓器を作るって話です、はい、どうぞ。ゲノム検討会でもう3年ぐらい前やったんですけども、研究してた中西先生はその当時マウスではうまくいったと、マウスではうまくいって、今人間にやろう、人にやろうと思って一生懸命研究してますと。しかし大きな課題があって、混ぜてやるんですけれども、その混ぜ具合が人間の細胞を、例えば心臓なら心臓育てるんですけれども、豚の細胞も入ってしまって、これを完全に 100% 排除して人間だけの細胞にするというのが、いろんな操作をゲノムの操作とかいろいろやってるんだけども、なかなかうまくいかなくて、それで今まだ研究中ということで、そこら辺がちょっとクリアできないとなかなか難しいけども、やりがいがあると言ってました。いわゆるモザイクですね。そうです。なるほど。1割か2割ぐらいしかうまく切り替わらないぐらいで、その当時の段階でね。ただクーロン法でしたっけ、ね、それの除外にはなったんですよ、対象外に。だから研究は可能になったんですね、日本で。それが不可能だったんで、昔はアメリカでやってたみたいなんですけども、それが可能になったんで日本で今一生懸命やってる。いわゆる動物性集合肺ってやつですね、はい、だから人間の受精卵と動物の受精卵を混ぜて発生させるっていうやり方ですよ。だからいわゆる人間と動物の受精卵がある気、なんていうんですかね、人間獣って言うんですか、なんかそういうものを作ることが、そういうものを作ることが認められちゃったんですよ。だからね、これは本当にひどい話でね。キメラですね。キメラ、本当にひどい話。すいません。はい、星野さんの。あ、すいません。はい。どうぞ。ちょっと待ってください。はい。今日はありがとうございます。いろいろなことが疑問に思っていたことが大変整理させてもらいましたので、で玉笠さんに一つ、僕の懸念をお聞きしたいんですが、一つは先ほど言われたのはビッグデータとかマイナンバーとかで徹底的にデータを収集し管理し、それを利用しようという、これは一つは政治的な問題もあり、それから利権が絡んでくる問題だと思うんですが、そのことと今度今 AI を活用してのあれすると、デザイナーベイビーやね、あるいはいろんなその新たなこの今までなかったあれを作っていける時代が加速度的になるんじゃないかなという心配が一つあるので、その辺の研究っていうのは今進んでるのかどうか、ちょっと一つ。それから利光さんにお聞きしたいのは、さっき認定されていないあれが検査をしていると、これは法的な規制とかはないんでしょうか。でかしかもその、検査の価格はそれぞれ勝手に決めていると。でもちろんこれは保険対象外だし、それから控除の対象外になってますから、人によっては莫大な検査費用を払わされているという話も聞いたことあるんですが、これがどうなのか。それからさっきの脳死の問題もそうなんですが、臓器移植についてよく今盛んにドラマでね、私の息子が誰々さんのところで生き続けてるのよというようなね、非常にね誘導的なドラマが結構あちこちでやってたりするんですよ。でそれが実はその裏にね利権が相当絡んでることについては一切もちろん出てきません。だからその先ほど言われたように第三者の問題っていうのはね、これ非常に難しいあれで、第三者がむしろ促進してしまう可能性もあるので、その辺のことで
やっぱり利権をとこのいろいろ医療あるいは科学的な進歩についてそれを活用して人間にとっていいプラスになる部分と利権が絡んでくれば全部それが歪められたり利用されたりしてしまうのでそこを切り離していく何らかの形を取っていかなきゃいけないのかなと思うんですがいかがでしょうか。ありがとうございます。最初でしたね。そうですね。デザイナーベイビーの話でしたよね。いわゆるビッグデータですとかこのマイナンバーカードを利用して、それで AI を利用すれば理想的な赤ちゃんが生まれるんじゃないかというような話ですけど、デザイナーベイビーはあれアメリカでGoogle の、共同経営者のかみさんが始めた会社がありますよね。でデザイナーベイビーをやるというでデザイナーベイビーが特許やるというね話がありましたけれども、まだあの辺なんていうかなあのレベルはあのレベルって言ってもねやっぱりすごい嫌な話なんですけど、要するにこの男性とこの女性が、結婚するとこういう子供が生まれますよというそういうデータサービスですよね。で、これがアメリカでは商業化されてでしかも特許にまでなってったりそのデザイナーベイビー自体がだから逆に言うとあなたはこういう例えば男性ですとあなたはこういう女性と結婚するとこういう理想的な子供が生まれますよみたいなねでそういうことなんですね。だからこれからまだそういういわゆる DNA 遺伝子レベルで何かそういうデザイナーベイビーに向かうようなですねそういう流れっていうのは実はまだはっきりとは見えてないですね。ですまだ要するに人間の遺伝子がこういうふうな形でゲノムが解析されてこういうゲノムレベルでこういうこのゲノムの父親とこのゲノムの母親が結婚するとこういう子供が生まれますよみたいなねでそういうような話っていうのは今はまだ至ってないですね。で ただそんな遠い先の話じゃないような気もしますよね。なんかそれに政治が絡んできたらね、先ほど言ったように優生の問題に直接かかってくるかなと思います、そうですよね。だからちょっとあれですねやっぱ気をつけて見ていかないとやっぱりとんでもない方向に持っていく可能性がありますよね。はい、ありがとうございます。まずあれですね、無認証施設で今科学的な後付けないようなそういう検査が、NIPT でなされているということについてそれは法的に問題はないのかということだったと思うんですけれども、残念ながらそういうことについて法的に規制するものが全く今のところないわけですね。法的にもないしガイドラインとかでもないわけです。で私は思うんですけれども私が今日言ったような形でインターネットとかでどんどんさまざまな遺伝子的なあるいは染色体についても検査するよって言って人を集めているで不安産業なわけですよね。でそれは規制すればいいじゃないかと思うわけですけれども、で実際問題最初に私が言ったように牡丹経線マーカーの時にはああいう形での、抑制的な見解を出して自主的にそれをこう規制してきたっていうそういう実績もあったわけですけれども、でも今は全然そういうことはしない、そういうことは、できない。いわゆるその企業活動について何らかのそういう規制はかけれないというふうなことが不文律になっているのかと思うくらい全くそういうことがされていないということですね。で価格についてですけれども、最初始められた時は、20万円ちょっとぐらいの価格で NIPT、非常に高いですけれどもそれでやられていました。で、どんどんその安くするようなたくさん裁けばというようなことで、10万円ぐらいから、20万円ぐらいの、価格が非常にこう低いものも出てきたというのがあります。でただその中身を見てみると認証されていない施設って
と。いわゆる3つの染色体のいわゆる変化にプラスして、例えば性別であったりとか性染色体であったりとか、あるいはいろんなあの遺伝子の検査もできますよということで、オプションをどんどんつけていくんですね。プラスプラスになっていくので、結局やっぱり二十数万円っていうのを払わされてるっていうのが現状みたいですね。はい、でそれも規制するものもないということです。自由科学です。川見さん、第三者が絡む問題は利権が絡んでくるのではないかって、ちょっとその辺の体制とかっていうのは私はちょっとよく分からないです。どうなったか、ちょっとだけ、ね、今あのお二人の話にも関係するんですが、あの今私あの政治家とずっと接触してですね、あのいろんな要求も出し、それから政策協定も結んでもらって、それでまあ選挙の問題にも関わってきているんですが、その中にやっぱりあのいろんな今回の、パンデミック合意についてのね、あの主権を失うから反対してくれというのことも入れてるんですが、今言われたことの中でやっぱりこの利権問題、利権が非常に絡むことによって全て歪められていることをあの正すために規制を入れてくれということを要求しようとは思うんですが、だからその辺のこの線引きをね、今後何かの形でこういう形で規制するとだいぶその歪められることが減りますよということが教えていただけるとありがたいなとは思っています。まあ今日はこのお時間もないので、いかがでしょう、どなたかを会場じゃその中でじゃ関係するかわかんないんだけど、どうぞ。はい、はい、星野さん今ムーション時計かとご存ですか。ムーション時計かとご存ですか。ソサイティ5.0、未来の2050年ぐらいだ。だからそれにプラン10まで全部入っちゃってるんですね。だから私たちその10を全部分析してって、そこで訴えていかないと、例えば食べ物の方も食べ物の方は目的5、これが、生物機能のフル活動の地球規模の無駄のない持続可能な食料とかになったんです。よくよく分析してみると、今日話してくださったことがそのプランの目的10の中に全部入っちゃってるんですよ。そこを分析して、それで、なんか2050年を目指して、まあ、生命も操作していこうという、こうなって、そこで私たち分析をして訴えていかないと向こうに飲み込められちゃうっていうところだと思います。おしまいかな。いいですね。はい、ではよしですか。では質問ございましたら意見でも、はい、本田さん、大きな声でした。あ、ごめんなさい、大きな声質問じゃなくて意見ね。はい、お願いします。あの先ほど川見さんが最後にあの、リサさんでしたっけ、西村リサさん、お母さんの話を出されていて、西村リサさんですね。で、自分の子供が地域から社会から見えなくされるっていう話をされてましたけど、以前、北海道の恵庭市で、障害のある人たち、子どもを持っている人たちの話を聞いたんですけども、やっぱり学校がね、特別支援学校が地域にないから、電車乗って1時間とかかけて札幌に行きますよっていう、そういう話を、だから子どもたちが障害があると子どもの行ける学校が少なくなって地域から離されると。それで学校卒業して戻ってきて、で働けるところがあったらまあいいんだけど、やっぱり地域からあのなんて切り離されて、その時に親が亡くなった後っていうのもそうだし、災害の時もやっぱりそこに障害が、こういう障害のある人がいるので、こういう支援が必要ですよっていうのが理解されてないと、あの災害計画もできない。その
そういうことも含めて、地域に障害者が帰ってくる、また地域に障害者が暮らすっていうことをしていくことによって、障害がある人たちが当たり前になる。そうすると、その次の段階で、としみっさんが言われたように MIPT の話で、いくら上からね、障害がある人たちにこういう支援があってって言っても、実際に周りとして障害のある人たちがいないと、やっぱり理解ができない。どんな生活をするのかとか、いや、どういうふうな状況になるのかっていうのは分からないっていうことになるときに、やっぱり地域にいろんな人が暮らす、それを見せていくっていう社会づくりを、こちらの方から問いかけていく、そういうことをしていかないと、いくら自分で判断してくださいよというふうに自己決定ですって言われたって、決定する土台がないのに決定なんかできるわけないじゃないですか。そうすると、それをどういうふうに私たちの側が運動として作っていくのかっていうことを、ミッターを連れてくると思うんですけど、そういうことをやっていかないと、多分脳死の臓器移植の問題の件もそうだし、NIPT、 それから優生保護法の、この間の旧優生保護法の強制不妊手術の問題っていうのも変わっていかないのかなと。で、変わるためにどうしたらいいのかなっていうときに、先ほど言ったように、やっぱり学校に障害がある子たちがいるとか、地域で障害がある人たちが暮らしていって、普通の商店街で働いてるとかね、学校に通ってるとかして、それを周りの人が、特別扱いもしないけども、こういうもんだなと思っているっていう、そういう小さなところから始めないと、ここは難しいなっていうふうに思いました。でも、そこしか私たちには始められないんじゃないかなっていうのを思いました。すいません、意見でした。はい、ありがとうございます。ですね、そろそろ時間ですので、もしもあと一つ、お一人様のご意見、質問がありましたなければ、これで宣伝してもいいですか。じゃあ宣伝、宣伝どうぞ。はい、じゃあ最後宣伝だそうです。はい、これどうも決まりそうなんですけど、経済版アート本の天笠さんも書いてくださってるんですけど、天笠さんは食の安全、食の保障、食料保障の方に関わってるんですけど、これ本当に適正検査、適正認定受けちゃうと、一切研究していくことは口に出せない、家族にも言えない、漏れちゃうと15年の、懲役になっちゃうし、セキュリティクリアランス法ですね、それから、サプライチェーンによって中国以外のトップからどんどん入って、これを入ってまっていくような、企業は、あと政府は考えてるんですけど、それはどこどこまでは確保できてるかもわからない。本当に秘密が秘密、どこまで私たちがいる。だからこれが決まっちゃうと、こういう集会さえ萎縮してできなくなっちゃうぐらい、秘密がどこまであるのかがわからないという、そういう方を、市のせ、経済安保が日本を壊すという本を、4月半ばぐらいに出ますので、自閉者から寺間さんも書かれてますので、ぜひお買い求めていただいて、今の社会状況を、政府は何をしようとしているのかというところを読んでいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ではこれをもってですね、おしまいにしますので、いいでしょうか。じゃあ今日はあったかい中でですね、皆さん呼んでくださいましたし、ありがとうございました。じゃあ、これでまた DNA 問題研究会のですね、開放後ろに置いてありますので、もしもまだ見てない人はお持ち帰りください。あ、それからもう一つ、この優生思想をほぐすというの500円なので、ぜひ買って持ってってください、読んでください。あと他にもちょっと100円の冊子とかありますので、みんな買って
持っていて、ね、持ってきてもらった人には手ぶらで帰っていただくようにしたいと思いますので、ではどうもありがとうございました。どうも失礼します。